皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます。淵上咲です。ちょっとあの横山家にあった怖い話っていうのを、はい、夏なのであーまあ時期ですもんね、やらせていただいてもいいですか。あらら、これリアルにちょっと、はい、わ怖って俺思ったんですけど、なんですか。横山母に電話したんですよ、この週末。そうそう、はい、それでほらあの先週はね、日本のドンってあの角川春樹さんと一緒に、はい、あの全国ネット出させていただいたりとか、うん、あと週末にテゲ観光宮崎アップデートをつって、はい、で広島の皆さんに宮崎の良さを知ってもらうっていう番組を作ったんですけど、うん、それが宮崎でも放送されたんですよ、はい、でものすごい電話がかかってきたらしいの、うん、母キヨのところに。それで宮崎では日曜日のお昼1時半から、はい、放送だったらしいの、うん、で前の日にすごいでっかく新聞に出てたの、はい、宮崎大使横山裕二さんが出ますみたいな。わあ嬉しいですね。すごい、で本当新聞の下3分の1ぐらいの広告なの。あすごい。でこれ MRT ラジオがテレビかやってくださったみたいで、はい、ありがたい。もうそっか ら、ね、からご近所さんとかがアラム裕二くんがテレビに出るらしいねみたいな、はいはい、話になってたらしいの、うん、でそれでねもうオンエア中にひたすら母キヨのとこに電話がかかってきたんだって、はい、それであんたもあんた放送しちょる最中にみんなが電話してきたからお母さんは一つも見れんかったって、っていう話をしてたの、はい、たださちょうど日本のドンの話にもなって、うん、であんたよねそういえば言ったかお母さんはつって言ってでなんかねって言ったらあのほら日本のドンを放送した日によねって、はい、お母さんお父さんのあの仏壇からね写真を持ってきて、はい、お父さんと一緒に見るわってあんたに言ったかねっつって、うんうん、あ聞いた聞いたそれは聞いたっつって、はい、あん日の夜ねお父さんが出てきたとっつってえうちの親父が、はい、その日本のドンの放送があった日に、うん、母キヨが終わってから寝てたんだって、うん、はい、で寝てて目が覚めたらリビングのところが明るいんだって。はい、であれ電気消し忘れたのかなって思ってチラッて見たら父親がおいでって言ったんだって。であれと思って起きて、はい、でうちの母ちゃん今杖がいるからさ、うん、杖持って立ち上がってリビング行ったら親父がお寿司いっぱい準備しておいでっつって、おーはい、ご飯食べようって言って、で怖くて一瞬はってひるんで部屋に戻ってもう一回行ったらもういなかったっつって、あんたお父さんが出てきたよっつって、はい、はい、俺なんかさ、嬉しいやら怖いやら、いやそうですね、10年前死んでたよ、うんうん、でその角川春樹さんと一緒に母親と、はい、あんた裕二がもう子供の頃から憧れちょった角川春樹さんと一緒にテレビに出てよっつって、おーおー、で仏壇から写真持ってきてお父さん一緒見らんねえかんねえっつって、はい、で俺はそのオンエアギリギリ前にさ電話して、はい、からお母さんがなんか仏壇からお父さんを連れてきしょっかいねっつって言って一生懸命喋ってたの、うんうん、でその夜親父が出てきたっつって、いやすごくない、すごい、ね、まあでもお祝いのお寿司ってことですよね。そうそうそう、よかったねっていうことだったと思うのよ。多分すごい本当に嬉しくって出てきてくれたんでしょうね。まあそれはほら母キヨが頭の中で久々にお父さんと一緒に、うん、テレビ見たとか、うん、仏壇の写真を仏壇から引っ張り出してきたとかみたいなのあると思うのよ、はい、だけどいやそういうことあんのかねと思って、いやそうですね、だから俺さ角川さんがさ、うん、まあ、いろんなこと言うことがさちょっとスピリチュアルなことがあったりとかするわけよ、はいはい、天狗に会ったとかさUFO を見たとかさ、はい、いろんなことを言うわけよ、うん、で俺はいつも前妻だなとかって思ってるわけですよ、ええ、だけども、はい、ああいうの聞くと、あ、人にはそういうのがあんだなと思うよね。うん、そうですね。確かに人それぞれ。なんかほら、あの目でちゃんと見られること、手で触れること、うん、じゃないことで他のところ、まあ第六感とかよく言うけど、はい、ああいったもので感じることとか、うん、見ちゃうこととか、その人だけは体験すること、はい、っていうのがあるんだろうなとかって。思ったな。そうですね、もうすぐお盆もありますし、お盆ってねご先祖様が帰ってきてくれてって言いますから、はいはいはい、そういう風習がずっと続いてるってことは、うん、確かにそういうことが本当にあるのかもしれない、ね、その人にはあるんだよね、うん、
いやだからさ、それ、はい、俺ウォーキング中に聞いたの。そっからもうずっと後ろが気になってさ、これ親父ついてきてるんじゃねえのかもう。ちょっとこれ、ちょっと待って、お墓にいてと思って。確かに。いやそうなんですよ。ちゃんといてもう怖いからと思って。そういう話を聞いたら、はい、自分が一人で家にいる時トイレ行ってる時とか、うんうん、ちょっと気になりますよね。なるなる。あの見られてないかなとかちょっと思っちゃうんだよな。この怠惰な生活をしてるところずっと見られてんじゃないかとか。そうです、思うよね。はい、悪いことできないなって思っちゃいますね。なんか一人でテレビ見ながらプーッとかやってきた。親父今おらんよねみたいな。ごめんごめんって言いながら。いやびっくりしたな。そうですね、うん、でも私もずっと心の中で覚えてるのが、うんうん、あの昔おばあちゃんと一緒にテレビ見てた時に、はい、それこそ怖い話で、うんうん、あの女の子が買い物してたと。おで買い物袋を手提げで持ってて、うん、である瞬間にヒュッとその荷物がパサッと落ちたんですよ。なんだって思ったら袋がもうカッターナイフで切られたようにパッて切れてて、はい、でえ何って思って、うん、ずっと帰ってたら、うん、電話突然かかってきて、はい、おばあちゃんが今亡くなったっていう。そのおばあちゃんはなんでバッグを買ったんだよで切ったんだろうね。わかんないです。でもなんかその回想シーンで、はい、おばあちゃん、もしおばあちゃんが、まあ、行っちゃうことがあったら、うんうん、なんかの合図で教えてねって言ってた、はい、らしいんですよ。それおばあちゃんいつも買ったナイフ持って。わかんない。なんかあったらお前のバッグを切ろうと。それが一番わかんないですよ。たのかな、伝わりやすかったんじゃないですかね。でそれを見ておばあちゃんと一緒に、はい、あおばあちゃん、じゃあもしおばあちゃんが危ない目にあったりしたら、うんうん、私に何でもいいからこういう方法でもいいから知らせてねって言ったのずっと今でも覚えてて、はい、まだおばあちゃんは元気なんですけど、はいはいはい、なんかあったらそういう風にしてくれるんじゃないかなって今も思いながら生きてはいる。じゃあもうこれからあれだね、バッグを腕に持ってる時はもういつカッターナイフで切られるか。いやでも感じる時あるじゃん、なんかあこういうことがあるってことは、はいはい、嫌なことがあるんじゃないのとか、うん、こういうことがあるってことはいいことがあるんじゃないのとかって、はい、よく虫の知らせとかって言うけど、うん、まあ、昔の人はそうやって言うってことはなんか、はい、あんだろうなっていうのと、まあ、そう思わないとやっていけないみたいなところもあるんだろうけど、うんうん、俺はもうあの母清の話聞いてからずっと後ろが気になる。親父いいんじゃねえかなとかって思いながら。落ち着かないな。ほら小学校の時とか中学校の時とかに、はい、守護霊がいますとかって、うん、一人だけ必ずあなたを見守ってくださってる方がいるとかって言ってたけど、いやもうもし本当にいるんだったら離れてやと思うね。じゃないと気が散って気が散ってさ、本当にそうです。いつでもどこでも監視されてんじゃないかと思って、風紀委員長がついてるみたいな状況になるじゃない。確かにもう携帯の中見られるよりそれこそ怖いですよね。いやでもこの間ね、はい、あの俺日曜日に多分終わった番組が復活したんだと思うの。ん、そんなことありました。ブレイクスのカムバックショーみたいな状況で、はあ、もうオンエアが終わってた番組が、はい、この間日曜日久々にやってたの、なんか女の人がすごい慣れ慣れしく喋りかけるっていう。うるさいな。なんかうんこみたいな番組があるの。茶色い番組。茶色い番組。チョコレート色かな、うん、あ、ちょ、そうそうそう、なんかチョコレートのなんか、はい、草みたいな。違う違う違う。なんだこの甘い香り、ね、草、おしゃれぶってけど、うわっ。あんな感じの番組の人がなんか女の人が喋ってるの。ショコラジかな。ああちょっと俺タイトルが分かんない。嘘でしょ。そんなに聞いてくれてる。その番組のパーソナリティの女の人が、はい、全裸を見られるよりも携帯の中身を見られる方が恥ずかしいって言ってたけど、俺全裸の方が嫌だなと。本当ですか。私はじゃあ結構秘め事が多いのかもしれないです。携帯の中に。その人の携帯には何が入ってんだろうって思ったよ。確かに、うん、そうですね。いやでも何入れてんですか。そんな全裸見られるよりも、はい、携帯の中身の方が嫌でしょ。そうです。そんなの聞かれたって言えないですよ。恥ずかしいもん。何入れてるかなんて。俺どうもないっちゃどうもないよ。まあしょうがない、恥ずかしいけど、はい、まあ、しょうがないわと思う。ああ、うん、もう私も全然見られてもいいですけど、はい、あ、まあ消させてくださいねって感じで見られる前に。いや、あの
まあそうだよ ね, でもね、写真とか。そうです、裸も見られる前にはちょっと整備するもんね、はい、あ、そうですそうです、それと一緒ね、携帯も整備、大丈夫かなと思ってちょっとチェックするもんね、はい、だいぶ多分チェックしないといけないですけど1日ぐらい欲しい、時間かかりそうだよねいやでも時間かかりそう、はい、というと昨日は時間がかかりそうな場所に荷箱、はい、荷箱カーに会いにリスナーの方がたくさん来てくださって、うん、もう平日のさお昼だよ、そうですね、月曜日ですもんね、そうなのよ、集まりにくい時に、うん、しかも暑い時にさ、うん、皆さん来てくださって本当もう汗だくなのよみんな、昨日暑かったですもんね、はい、大変ですよ、なのに両方来てくださってる方とか、はい、荷箱か、まあ、横山モーデいろんなとこ行かせていただいてるけど、うん、昨日は海田と府中だったけど、はい、もう皆勤賞みたいに来てくださる方もいてさ、うん、ありがたいなと思って、ね、たくさん来ております、はいはい、ラジオネームマンボ占いさんからは、お、昨日の荷箱か、横山さん暑い中お疲れ様でした、いえいえ、海田町の出張横山モーデに仕事を抜け出して伺いました、はい、少し藤江さんとお話ができてマンハッタンをお渡ししました、はい、いつか横山モーデに行けた時に渡そうと温めていたものです、はい、横山さんとお話がしたかったけど藤江さんのライブが見たかったけどすぐ引き返さなければならず残念でした、うん、はい、いつか横山さんとお話できることを夢見て今日もラジオを聞きながらお仕事頑張ります、はい、とか、はい、ちょるちょるさんからはおはようございます、おはようございます、横山さん昨日は出張横山モーデ町自慢ラジオお疲れ様でした、うん、私は三隈里郷森林公園に初めて行きました、はい、荷箱カーのおかげで出会えたエリアです、うん、そしてこの人があのリスナーさんなのかと親近感が持てました、はい、横山さんともたくさんお話ができてとってもテンションが上がりましたよ、ほいほい、とか獅子座の兵士さんからは、うん、おはようございます、初メールです、うん、横山さん昨日は海田町での町自慢ラジオの収録お疲れ様でした、はい、仕事の都合で休みが取れず行けなくて残念に思っていましたが、うん、なんと収録の前に我が職場の自衛隊を訪問されたとのこと、あ、海田市、はいはいはい、はい、すぐ近くの事務所で勤務していたんですが、うん、横山さんが来たよって知らされたのはもうすでにお帰りになった後でした、はい、直接お目にかかれず残念でしたがわざわざ自衛隊を選んで来ていただき、うん、海田市駐屯地のことを知っていただきとっても嬉しく思っています、はいはい、ありがとうございました、そうそう、二箱か、うん、で時間があったから、はい、海田市の、まあ、陸上自衛隊の駐屯地って平日は受付さえすれば見学ができるの、そうなんですね、だから受付させていただいて、はい、で藤江順次もスタッフも含めて、うん、みんなで自衛隊入れていただいて、はい、でいろんなところを見せていただいて、うん、であと自衛隊員の方の訓練も見せていただいたりとか、はい、で記念写真とかも撮ってもらって、おで俺らもいい時間だったですよ、うん、すごいですね、はい、私最近それこそ海上自衛隊の方を伺う機会があって、はいはい、だから制服が結構白くてすがすがしい感じなんですけど、ね、はいはい、陸上自衛隊の方の写真を横山さんのツイッターで見て、うん、はい、あ、陸上自衛隊の方は迷彩柄で、うんうんうん、この大地に溶け込むようになってるんだなって、はい、そうだね、思いました、俺ら海上自衛隊は幕僚長の家で飯食ったからね、幕僚長、うん、ほう、日本の上のもう5本の指ぐらいに張りますみたいな方、広島に当時いらっしゃった方のとこでみんなでハンバーガー食べて、ハンバーガー食べるフィッシュバーガー、そう、その方が作った分なの、ソースも全部幕僚長作ってくださって、うん、で隊員とかも休みの人たちがいっぱい来てくれていろんなことしてくださって、でなんかもう食べきれないっていう料理がいっぱいあったけど、もう食べきれない分全部しーちゃんに食べさせようみたいな、なんでですか、でしーちゃんがああなった、違う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 そんなことはないですあと荷箱か、はい、お豆ちゃんからね、うん、昨日は浅南区から JR に乗って海田の小田幹雄スクエアまで荷箱スタジオを見てきました、はい、早く着きすぎて誰もいない不安でしたが、うん、12時になると大きな藤江さんが小さな車を運転してやってきました、ラジオとは違ってひらがなのくの文字ぐらい腰の低い横山さんの何とも細かい気遣いに笑顔になりました、はい、そしておおらかで大きな藤江さんの歌、お話はできませんでしたが素敵な時間を過ごせました、うん、ちなみにラジオネームにちなんで豆の差し入れをしたのは私です、藤江さんも横山さんは太陽のような人だ
とおっしゃっていましたが、うん、本当に会えただけで元気をもらいました、はい、久しぶりの JR も旅行気分が味わえて楽しかったです、うん、今度は横山詣にもちゃんとチャレンジするぞ。そして週末は映画愚か者のブルースも見に行きます。ワクワクですって言って、はい、いや JR に乗って会いに来てくれたんだね。そうですね、申し訳ないね。嬉しいですね。でも本当にいやもうあれだったら電車賃払ったのに。はあ、言えば、うん、言ったら、まあ言ったらよ毎日言う人がいたらなんだそれって言うけどねそうですよね、言うけどその覚悟があれば ね、 ね、あとお好み焼きの中から、うん、昨日は出張横山詣で我が町府中町にお越しいただいて誠にありがとうございました、はい、娘2人と共にお邪魔をさせていただきました、うん、府中町の町自慢をいろいろと考えていたのに荷箱カーに乗り込んで横山さんと、面と向かった瞬間に、はい、緊張で頭が真っ白になりました、うん、子供たちも初めてのマイクの前に座ってドキドキしたそうです。あ、そっか。暑い中で楽しい時間を提供してくださった横山さん、藤江さん、スタッフの皆さん、感謝です、うん、いい夏の思い出ができました、ありがとうございます。はい、とかファルコからも、うん、昨日は出張横山モーデに参加するため海田町の小田幹雄スクエアと府中町の三隈郷森林公園に行ってきました。2カ所夏休みに入ったから、今回の出張横山モーデには小学生くらいのお子さんが多く参加されており、うん、荷箱カーの中で横山さんと元気よく町自慢をする子どもたちの姿に見ていてとてもほっこりしました、はい、また藤江さんによる発表したてほやほやの荷箱カーの歌の生歌生演奏が聞けてよかったです、はい、次回の出張横山もでも行ける範囲で参加したいと思います。楽しい時間をありがとうございました。海田のパパちゃんからも、はい、写真撮影の時間では僕自身今まで横山さんにお会いしてもラジオネームをお伝えするタイミングがなかったので、うん、今日こそご挨拶をしようと思っていましたが、はい、近くにいらっしゃったご婦人から横山さんこの人はこういう方だよと計らずしも紹介していただける形となりました、はい、でもこれも海田町民同士のつながりであり、うん、御前様リスナーの心の距離の近さを感じるなと嬉しく思う出来事でした、はい、にわこスタジオでは汗だくになりながらたくさんお話を聞いてくださってありがとうございます、うん、藤江さんの生にわこカーの歌を聞けたり先輩リスナーさんともお話ができたりと素敵な時間を過ごせました。30日オンエアを楽しみにしていますと。はい、ですね。皆さん本当に足を運んでくださって、うん、はいはい、いいなって思うのが、はい、あの藤江さんの荷箱感の歌、うん、私も生で聞いたことがないんですよね。まだそうだよね。俺もでも生で聞いたことはその出張荷箱スタジオの現場でしかないからね、うん、ああそうなんですね。そうそう、だからすごい楽しい気分にさせてもらうし、はい、あとちなみにこの海田町のパパちゃんっていう人は俺に、うん、バターケーキを盾で渡したっていう。なんで？いやあるそういうことっつって。相当焦ってらっしゃったのか、うん、緊張されてたのか。よかったです。持ってきたものですけどよろしくお願いします。ちょっとこれっつって、あーどうもすいませんありがとうございますこれなんですか、ね、バターケーキで、いや盾だよねこれかよバターケーキさん、バターケーキならまだギリギリセーフですだってでもケーキの中でもバターケーキならまだ大丈夫です。開けたらラグビーボールみたいな形になるやっぱりこれどうなってんだよみたいなでも昨日も本当たくさんの方集まってくださって、まあ何よりさ、はい、暑くってさ、昨日はすごかった。大変だよ、ね、そうですよね、うん、だから荷箱カーは、はい、屋根がでもついてるのはついてるんです。ついてるのはついてるけど、あ、まあ三方を、うん、3つの方角をそのなんていうんだろう、壁で覆われてるから、はい、風は吹かないのよね。そっか。で荷箱カーの中はちょっと蒸し風呂っぽくやっぱなっちゃうし、うん、あとそれを見てくださってる方もむき出しの状態だからもう三隈郷とかさ、はい、上がっ、まあ、だって水を分けるところだからね、山で言うと。そうですよね。だからもうほんと山頂部に近いところにあるのよ。はい、なんでここにしたってぐらいの場所だから、もう車がないと来れないしさ。あ、くねくね道なんですね。くね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 して上がっていったところの駐車場のところで、
やらせてもらってるからもう来られた方みんなぐったり。ああ大変。ちょっと行ったらねすごい涼やかなあの川遊びできる場所があるんでしょうけど、はいはい、そうか大変だ。でなんかさドライバーさんがさ、うん、最初間違って入ったとか墓地だったの。え墓地集合霊園でやんのとかつってて、すいません行き過ぎましたとかってまた戻ったりとかしてたけど、まあ本当集まってきてくださった方には感謝だし、まあただねせっかく来ていただいたから皆さんにもその楽しい時間を過ごしてもらいたいなと思うし、俺たちにできるサービスは全部やろうと思ったから、まあ横山も藤山も全裸でもう全てを見てくださいつって。俺たちはほら携帯見られることよりも全裸の方が全然良かったです。そっちの方がいいんですね。全然いいです。あ私はもう全然だから今度のなんか横山モーデンの時は淵上の携帯をみんなに見てもらう。違う違う違う、私もそれだったら全裸の方が携帯恥ずかしいんで全裸にしてください。いやでもね、はい、今日もリスナーの皆さんのたくさんのメッセージに囲まれながら我々も笑顔でお送りしようと思う午前様様。今日は7月の26日火曜日、うん、今日のメニューです。10時20分頃からはレギュラーコーナー午前様様商品開発部、リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということで今日皆さんに歌詞を考えていただく楽曲はこの曲。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら全力はためで買うだい。ということで吉幾三さんのオラ東京サイグダです。この歌詞が隠された部分、本当は銀座に山買うだなんですが、この部分に面白い歌詞を入れ込んでください。はい、吉幾三伝説と話したよね。うん、吉幾三さんゴルフの花道に出てくださったのね、はい、でその時に前日に来られてたの広島に、うん、で上野只見プロと吉幾三さんがお酒を飲んでいます、はい、でそこに横山さんも明日お会いするんだったら来てほしいですって話になって、はい、ですいません俺ちょっと今日友達の結婚式なんですよって言って、本当にそうだったの、はい、だから一次会と二次会の間でもいいから一瞬でも来てよって言われて、はい、で、ああ、そうかと思って、俺タクシーで来てたのね。なあ。どうしようかなと思ったけど、じゃあ顔出しますって言って。うん、で、1次会が終わって2次会までの1時間ぐらいの間に、はい、吉幾三さんに会いに、うん、上野只見プロがやっている三滝ゴルフセンターっていうところの食堂に会いに行ったの。はい、吉幾三さんに。だから、俺がタクシードで来たもんだからさ、うん、いや、ほんとごめんね、つって。俺さ、結婚式だっての嘘だと思ってたんだよ。あ逃げ工場だと思ってたんだよ、つって。いやそれは悪かった悪かったっつって、うん、じゃあ今から二次会なんだって言って、はい、じゃあ一緒に行こうって言って、で俺とタクシーで一緒に吉幾三さん街中まで戻って、はい、俺の友達の結婚式の二次会でサプライズで出てきて一曲歌って帰ったの。うわーなんと心優しい。すごいでしょ。すごい。え、オラ東京サイグダ。違うの。違う曲。長渕剛の乾杯だったの。なんでやねん。曲違う。なんでやねん。これがまたうまい。あ、そうなんですね。もっと自分の曲があるじゃないって。なんで乾杯と思ったけど。なんで。まあでも乾杯もね、確かに結婚式に聴きたい曲ではある。うん、で、長居すると、あの主役が変わっちゃうからって言って、歌ったらすぐ帰られた。うわぁ。お心遣いだね。すごいの。すごい素敵な方ですね。はい。そっか。まあ、その吉幾三さんの曲をいじらせていただこうと。そうです。本当すいません。さあ、それでは、オラ東京さ行くだですけども、午前様様の優秀なディレクター陣が考えました。替え歌、はい。例文です。例えば。オラこんな村嫌だ。オラこんな村嫌だ。東京へ出るだ。東京へ出たなら全力はためで、お肌に優しい柔らかいティッシュ買うだい。確かにこれはもう東京行った時ぐらいしかちょっと贅沢すぎて奮発できないかもしれないです、ね、旅行先だから気持ちが大きくなって買えるものってあるよ、ね、うん、ありますあります。
いつもだったら150円のカフェオレをコンビニで買ってるけど、うん、今日は東京だから230円のカフェオレってちょっと高いのかったりするよね。そうです。でもそれで気分が全然違うんですよね。不思議なもんですよね。例文もう一つ。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら全力はためで。虎が大の字に寝ているカーペット。ハウダイ。これ角川春樹ミステリーだろこれ。あ、そうなんですね。あ、お持ちでいらっしゃるんだ。角川春樹さんがアスカグっていうさ、はい、あのお宮さんをお持ちなので、そこで神様を下ろすときに、はい、虎のカーペットの上でやってる。そうなんだ。まさかの角川。これ馬様の絶対角川春樹ミステリーです。そうなんですか。お前とか変な霊が出るからもうドンに怒られますよ。んー、こんな怖いことはないことないですよ、ね、ということで今日はどんなネタが届いているのかお楽しみに。そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週はアルファベットあれこれをテーマにお送りしています。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前では行きましょう。朝の運試し、午前様クイズ。クイズの正解者の中から抽選で一人の方にパーソナリティ6人の顔写真をモチーフにした午前様様手ぬぐい第3弾ニューバージョンをプレゼントします。応募の際にはクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ、アルファベットあれこれにちなんで、今日は淵上咲き問題です。私は全く喋れないんですけど、ほうほうほう、実は大学でフランス語専攻だったんです。第二外国語ってこと？いや、第一。第一なの？第一英語じゃないの？あ、私もう本当にヨーロッパ学科フランス語専攻なんで。え、淵上って何学部なの？外国語学部です。え、大学は何なの？愛知県立大学っていう大学なんですけど、うん、まあ、あの、外国語。俺だったら第一経済大学、経済学部、経済学科なのよ。はい。どういうふうに言うの？愛知県立大学、外国語学部、ヨーロッパ学科、フランス語専攻です。何ぞ、インチキっぽいやつ。インチキじゃない。インチキじゃないですよ。ちゃんとそれ勉強授業でやってる大学なの？そうです、そうです。と名乗ってる、淵上がそう名乗ってる。違います。5、6人しか来てない。西脇の塾とかじゃないのそれ。違うんです。だからヨーロッパ企画。ヨーロッパ企画。企画じゃない。ミニシアターを中心にやってる劇団みたいな感じじゃないの？違います。ヨーロッパ学科の中にも、フランス語、うん、ドイツ語、スペイン語ってあって、私はフランス語専攻で。何になりたかったんでしょう？わかんないです。でも、高校から大学入るじゃん。はい。その時に、そのヨーロッパ企画、その劇企画じゃない。劇団員になろうと思ったわけ。曲がれスプーンみたいなことでしょ。ちゃんとしてます。ただ私は、うん、大学に行く前は、海外で活躍できる女性になりたいって思ってたんです。おう、ちなみにどんな活躍？うん、まあ、そこちょっと固まってなかったんですけど、あんまり。とりあえず海外に行ってバリバリ働く、うん、キャリアウーマンになりたいなって思ってた。俺海外行って自分探しの旅してるやつ見ると、いや、お前は淵上だからって思ってた。何探してるの？お前淵上だよっつって。そうですね。それは実際に。思うタイプ。オーストラリアに留学して分かりました。あ、私は淵上だった。他の知らないの？淵上咲っていう人だよっつって自分探しの旅に出てる人見ると、はい、ちょっと揶揄したくなっちゃうタイプなのね。そうなんですよ、うん、でも本当にヨーロッパ行きたかったの？そうですね、かっこいいなって思って本当に大学にフランス語を勉強しに。全部形からなんだねかっこいいなって思って。そうですね。大学のヨーロッパ学部、はい、ヨーロッパ学科フランス語専攻。ちょっと喋ってよフランス語。ジマペール先フチカミジュスイ。それマイネームイズユージ横山みたいなもんでしょ。いや、日常会話とかしてるって。俺はこんな村嫌だっていうのをちょっと言って。ダメだ、全然喋れ。10っていうのが愛なんですよ。
あの、I am の I が、私ってことね。私なんですけど、ジュマンペール、マンペールが I am の am なんですけど、はい、ジュマンペール先縁が短い、ちょっと調べれない。それ、電子座ペンみたいなもんでしょ、荒井中さん並みってことでしょ。そうです。4年間いたんだよね。4年間いて、フランスの、だから、あの、文化とか、歴史とかも学んで、かフランス語も、フランス語のみならず、フランス語も学べや。間違いないですね。だから大学で何を習得したのかって言われたら、うん、友達。だけです。本当に、本当にもっと勉強するべきだなと思います。ああ、そう。そうなんだ。全然知らない。愛知県立大学は知ってたんだよ。ああ、ありがとうございます。はい。そこのまさかそんな外国に特化したところにいると思わないからさ。外国に特化してたんですよ。うん、はい。で、そこでもいろいろ学んでたんですけど、うん、やっぱフランス語って最初は、あの、アルファベットから勉強するんですね。ほうほうほう。英語と一緒なの？アルファベット。A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K なの？これが、またちょっと違って、うん、A, B, C, D, U, F, J, アッシュ。H のことアッシュっていう。はい、知ってます。あ、本当ですか。はい、昔、ホンナちゃんがアッシュっていう番組やってたから、まあ全然ヒットしなかったけど。なんで一言多いんですか、本当いつも。だってやりたい番組だって悔しかったんだもん。そう、このアルファベットを勉強していくときに、うん、あの、私たちの学部の中で流行ったことがあったんです。おうおうおう、それは一体何でしょうかっていうのが問題です。熱いものされるとき、アッシュって書いてあるんですよ。って言ってた。あの、ブルース・リーを好きな人たちがもう何さても、あっちょあっちょって言ってたのと一緒で。かっこいいです。飲み物飲むときも、あっしゅって。でも、うん、H は発音しないんですよ。だから、広島って書くじゃないですか。あれは、イホシマって言うんです。ああ、何ですか？H を発音しないんで、うん、なんで発生しないんですか？あ、ですね。なんか、これは、なんか書かないですけど、H は、フランス人にとっては消えるような発音で。あ、私は。日本で言うところ無声化みたいなもんですか？ああ、そんな感じだと思われますね。ごめんなさい、今喋ってること何の信憑性もないんで。本当にわかんない。俺も正解が出てくるとは思わずに聞いてるから、安心してください。本当に何もわかんないんです。本当何も習得してないんです。もう大学4年間何の意味もなかったな。それは俺の経済学部と一緒。横田さん4年間経済学部で何学んだんですか？神の見えざる手っていうだけ。その一行だけ。神の見えざる手って何ですか？神の見えない手ですよ。何も伝わらん。以上。経済学部終了みたいな。いや、ほんとこんなもんですよね。本当に。いやいや、すごいね。はい。ヨーロッパ学科、フランス語学部。学部。フランス、ヨーロッパ学科フランス語専攻。専攻。専攻。専門の攻撃です。ああ、なるほどな。すごく攻撃的なトークもされたんだろうね、当時はね。かもしれません。うんうんうん、今はね、ちょっとね、影を潜めてるけど。そうです。何を潜めてるけど。まあ、あの時はもうすごかったでしょ。そうです。一応論文もフランス語で書いて。おお、20ページほど。20ページか。そうなんですよ。これが。大きい字でしょ。大きい字で20ページでしょ。そうです。1ページ2文字ぐらい。AD さんのカンペぐらいの。そうそう。で、20ページぐらいの。見えやすいなーっていうぐらいで書かせていただきました。それももう何書いたかもほとんど忘れました。すごいな、はい。そうなんです。問題何だったっけ問題は、その。私はなんでそこを目指したかだったっけそれは私もわかりません。あの、かっこよかったんだよね。そう。フランス語専攻で、おいおいおい、アルファベットの勉強をまず最初します、うん。で、その時に私たちの中でちょっと流行ったことがありました。はい、A, B, C, D, U, F, J, アッシュ。そこからちょっとあんま言えないんですけど、うん、この中で学んで、流行ったこと、はい、一体何でしょうかというのが問題です。うんうんうん、はい。ということで、はい、あなたからの予想をお待ちしています。ファックスは 082-221-3300、082-221-3300 です。メールは、午前様様専用アドレス、午前@rcc.net、小文字で、gozen@rcc.net。応募の締め切りは、この後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。平成ラジオバラエティ、午前様様、RCC 本社第2スタジオから、
私の日常に起こった事件を描く火曜の朝のミニドラマ、火曜サキペンス劇場。さあ今週淵上咲の身に一体どんな出来事が起こったんでしょうか。それはある休日の出来事でした。よし、今日はずっと食べたかったかき氷を食べるぞ。元力士で幕尻からの優勝経験があって、前の奥さんは大横綱大鵬の娘さんで、今は焼肉店を経営していて YouTuber でもあって、ってそれはかき氷やなくて高遠力やろ。かき氷、意外と遠いところからボケてます。かき氷と高遠力、遠すぎるし、どれだけヒントもらってもわからへんわ。言われなくてもわかります。失礼やけど高遠力って誰やねん。全員をディスってます。さーて、かき氷、かき氷、氷の上にコーヒークリームとシロップと練乳がたっぷり、中にはプルンプルンのコーヒーゼリー、山のようになったかき氷、いただきまーす。キャー、何があった、崩れたー。今週の事件を紹介しよう。はい、休日かき氷を食べに行った淵上咲。最近人気のクリームが乗った進化系のかき氷、しかしスプーンを入れた途端、おったまけんついし、脳みそです、脳さん、脳みそも氷も全部が崩れたっす。脳さんは崩れてませんとほほ、はい、急いでかき氷を食べると頭がキンキンするけれど、日本で一番キンキンしているのは相川金屋さんに違いない。哲学的、哲学的、太田さん、日曜サンデーの小倉久博さんのゲスト回、うん、面白かったです。はい、確かに小倉久博さんって言いにくいです。久博さん、久博さん、唇が一回もつかないから言いにくいだと思います。はい、かき氷は崩れちゃったけれど、テレビに出る日のメイクは崩れないように決めています。事件、はい、その通りです。あ、うんうんうん、だね、はい、淵上といえばね、美貌ですからね。そうですね、うん、まあ、今日はしっかりしてきましたよ、バッチリメイクで、ね、あの田舎のバスガイドさんみたいな、うるさいな服装がね、ちょっとバスガイドっぽいですが頑張りますよ今日。あるよね、かき氷ね、そーっと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 ザーみたいな。そうなんです、ショックだった、でも美味しかったです。今日は、はい、番組の内容を崩さないように、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、今日もお昼11時40分まで生生生生生放送。さて、広島市中区元町上空ですけども、はい、うっすらと雲出てますね。そうですね、今にも泣き出しそうな空模様ですけども、はい、今日はどっち側にお天気触れるんでしょうか。うん、岸さん、はい、おはようございます。はい、おはようございます。今日はどんなお天気でしょうか。今日は晴れ間も出ますけど、変わりやすいお天気です。うん、今日南部を中心に晴れ間が出ます。ただ湿った空気がたっぷり入っているので、かなり蒸し暑いです。日中の最高気温33度から34度くらいまで上がるところがあって、昨日よりもやや高く汗をかきやすくなりそうです。うん、喉乾く前に水分とって休憩こまめに入れつつ過ごしてください。はい、はい、気温が上がりやすくなってきますと、入道雲が発生しやすくなって、にわか雨のところが内陸部や山沿いを中心にありそうなんですよ。今すでに東広島市付近に一部雨雲が発生しているところがありますけれども、そういった雨雲が午後はあちこちこう出てくる可能性があります。局地的に激しく降ったり雷を伴っているところもありそうですから、空の変化には気をつけるようにしてください。はい、それから明日なんですけど、明日はさらに今日よりも不安定さが強くて、晴れ間も出る時間帯ありますけれども、にわか雨のところがあちこちにわか雨のところが広く出てきそうですね。はい、雷の可能性とかもちょっと明日は高くなってきそうです。はい、
ただ今週の後半になってくるとだんだん夏空が広がりやすくなってきそうで、まあ、蒸し暑さが今週続きますから早くも夏バテしないように気をつけて過ごしていきましょう、うん、そっかそっか。じゃあ今日はちょっと分厚めの雲が上空を覆ってるけども天気としては晴れの方向に向かってるってことなんですね、はい、不安定なだけ。そうですね、晴れ間も出たり。はい、そうです、はいはい、じゃあちょっと熱中症対策をしっかりとしなきゃいけないですね。そうですね、うん、ちょっとねそんな蒸し暑い日が続きそうですからね。まだ7月の最終週になってくるところなんで、うん、まだまだ8月はね暑い日多いと思いますから気をつけて過ごしましょう。はい、はい、今何か目立った警報や注意報は？今は注意報などは出てません。はい、リスナーの皆さんね、喫茶に心持っていかれないように注意していただければ。そうですね、はい、思います。気をつけてください。ありがとうございます。キュッ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 みたいな感じなんです、ね、みたいな。おまけのキュー的なやつ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。天気予報は、キッサンでした。お便り様様。このコーナーは、日本行動の提供でお送りします。ラジオネーム、山猿バーバさん。はい。昨日夕方歩いていると小さな男の子を二人連れたお母さんが車を止めて木のそばに立って何かしていらっしゃいました、うん、よく見るとカブトムシをカゴから出して木に捕まらせています、はい、逃がしてあげるんですねと言うと夜ガサゴソうるさくて逃がしてあげますとおっしゃっていました、うん、嬉しかったでしょうね。カブト3匹いやカブトも不安だと思うよ。今まで手厚くゼリーとかもらってたんだよ。そうですね。それが急に野生に戻って自分で蜜吸えって言われてもいやもう俺らもう人間に飼いならされてるわけ。確かにどうしようかってね。ねえ。蜜の吸い方とか天然と養殖とかみたいなことになるわけ。確かに最初止まる。それまた捕まえたやつとかがなんかこいつなんか上品なんじゃけどみたいな戦い方しかできないかもしれないよね。ですね。作文。私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週も府中町立府中東小学校の皆さんが登場。今日はタンポポ学級6年松岡光太くんの作文。タイトルは僕の大好きな料理作り。僕の大好きな料理作り。タンポポ学級6年松岡光太。僕は平日家族のいるご飯を作っています。お父さんは会社に行きお姉ちゃんは部活動で帰りが遅いので一人で作っています。食材の買い出しは1週間に一度お父さんと行きます。二人で食材の値段や新商品の話をしながら野菜や肉をカートに入れていきます。料理も買い物も楽しいです。夜ご飯は家族みんなで食べます。僕の料理を食べるとお父さんもお姉ちゃんも笑顔になります。僕はその笑顔を見るととても嬉しいです。僕の得意料理はスクランブルエッグです。小松菜を入れると美味しいです。野菜炒めも大得意です。ケチャップと本酢で味付けをします。家族に料理人になりたい。と言うと家族みんないいんじゃないと言ってくれました。今日の寝るご飯は何にしようかな。食べてみたい。コウタくんのスクランブルエッグも。小松菜を入れると美味しいです。そう。野菜炒めも美味しそうでした。本つゆで味付けしてるとかするとねえすごいね。いや毎日料理してすごいですよすごい本当すごい本当に私も全然しないのに負けた。いやいやすごい本当にそうだね、うん、きっとこうやって光太くんの料理で家族は夏バテせずに済むんだろうね、はい、そうですね、うんうん、健康的に過ごせるんでしょうね。いやいやいやちょっとすごかったな。本格的だった本当そうですね。今週は府中町立府中東小学校の皆さんが登場してくれてます。今日はタンポポ学級6年生松岡光太くん僕の大好きな料理作りお送りしました。明日は3年生の早坂俊也くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議。このコーナーはリサイクルの本田春荘商店の提供でお送りします。今週はアルファベットあれこれでお送りしています。ラジオネームくるくるパーコさん、はい、アルファベットあれこれですが、喫茶店のドアやガラス扉のところについている
プッシュとプルのプレートですが。プッシュとプル。はい、押すと引くね。そうです。はいはい。とっさに、押すんだっけ引くんだっけと迷ってしまいます。うん。あれさ、うちの、俺たちがほら、はい、俺すぐさ、スタジオ出て行って、うん、で横山モーで行くために、外出るじゃない、はい、うん。一番最初扉があるじゃん。はい。あれ、毎回、押すと引くを間違う。で、多分引かなきゃいけないのよ。そうですね。こっち側からだと。そうですね。出るときに引かないといけない。出ようと思うから、勢いが持って、ドーンって、ああ、引くんだったって必ずなるから。みんなそうなるんだよね。そうですね。フーニーさんから。はい。いつも2歳の娘と楽しく聞いています。はい。さて、25日、1時31分、午前1時31分、うん、3番目の女の子を出産しました。お、へー。小学1年生の長男は立ち会い出産をすごく楽しみにしていましたが、うん、25日以降はコロナで立ち会い禁止となり、一人での出産となりました、うん。長男は少し残念がっていましたが、元気な赤ちゃんの写真を見てとても喜んでいました。はい。今回は性別を聞かずに出産したんですが、男の子と思っていましたが、なんと出てきたのは女の子。うん。7月生まれの可愛い名前の命名、よろしくお願いします。ああ、わかりました。はい。じゃあリスナーの皆さんからも広くまとめましょうよ。ああ、そうですね。うん。7月25日午前1時31分だから昨日ってことでしょ。そうですね。7月25日、はい、3番目の女の子です。女の子。おい、さあ、では皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあ、時刻は10時を回りました。 RCC 第2スタジオから午前様様をお送りしています。ラジオネームミケの姉ちゃんさんから。トマト農園の職場の片隅に小さな花壇があり、そこにスイカの苗を2本植えました。だんだんと大きくなるのを見ながら楽しみにしていましたが、一つまた一つカラスにつつかれてしまいました。今はバレーボールくらいの大きさになったのが2つあります。食べられないように網をしたり、紐を引っ張ったり、紐を張ったり、ベトナム研修生も楽しみにしているので、一つくらいは食べられますように。いやー、確かにスイカ、もうほんと美味しいですよね。こないだ、大崎上島に行ったんですけど、大崎上島の海沿いをずーっと歩いてたら、石垣？海を隔ててる、海と道路を隔ててる石垣のところに、スイカの半分、半玉がポツンと置いてあって、なんでって思ったんですけど、多分鳥の餌で置いてるのかなって思いながら、よくわかんないんですけど通り過ぎました。あとはですね、ラジオネーム、三好のダニーさんから。おはようございます。ここ2日くらいは涼しい朝を迎えていますね、うん、昨日の夕方、小学校5年生の娘と小学校1年生の息子が通う小学校に1学期の歩みを取りに行きました。お、2人とも先生から自分が苦手なことを最後までコツコツできる力があるという部分を褒めていただき、はい、これも日々ご指導いただける先生方のおかげなんだなと改めて感じました、うん、子供たちにとって今年は行動規制がない夏休みでもあるので、はい、基本的な感染対策は徹底し、うん、思い出作りをしっかりしようと思います。はいはいはい、うん、そうですね。そうね、うん、まあまあちょっとどうなんだろうかっていうぐらい増えたけどね。そうですね。確かに。いやー、難しいところですよね。難しいとこだよ。ほんと難しいとこだよね。はい。はい。だけどまあ、はい、夏休みですからね。だってうちも、ちょっと前に、週末近所でお祭りがあったのね。あ、う、ー、ん。で、よかったねーと思って、前を通ったら、うん、大丈夫かーっていうぐらい人がいたもんね。ですよね。大丈夫か、もう。中学生とか、小学生とかが、すごい憂げにみんな集まってんのよ。で、俺のウォーキングコースの河川敷のとことかも、すごいその流れで、子供たちが、男3、女4とかの自転車のグループとかが、すごく楽しげに喋ってたりとかして、こういう時楽しかったよねと思うけど、大丈夫かみんな気をつけてよ。そうですよね。こんばんはとかって思いながら。気をつけながら楽しまないといけないですよね。そうそうそう。そうです。何にもないからこそねと思うけど、うんうん、でもやっぱ開放感もあるしね。はい。そうです。いやー。この間それこそニュースで見た、うん、静岡の花火大会が5年ぶりに開催されたっていうので、はい、2年は
台風でできなくって、うん、はい、でその次からコロナでっていうのでできてなかったらしいんですけど、そこに小学校の男の子が、はい、花火すごーいって映ってて、うん、あ、そっか、この子多分ちゃんと物心ついて花火見るの初めてなのかなって思いながら、はい、うんうんうん、なんかね、そうだよ、ようやくできたところもあり、そうだよ、うん、でもそうするとさ、男の子と女の子のカップルは中学生の時とか行きたいじゃない、やっぱり行きたいですね。たらマスクしてたらチューもできないし、まあでもチューはしたいじゃない、したいね、したいです。だチューするってことはもう濃厚接触ですもん、ね、だよね。そうです、違うとか、もう会った人みんなとチューしたいじゃない、みんなはしたい、したい、うん、ね、俺もすごい、もう全員と、もう俺も男でも、もうみんなチューしたい。嘘です、それは本当に。昨日ももう横山もできてくださったから、はい、もう全員チューだったし、あ、そうです、今も、今もうこれこうやっていっぱい、ありがとうございます。それこそ中学生来てくれてる。おかしいやろ。中学生の方も。わー、夏休み入ったからですか、ね。そうそうそう。こいつが全然喋んねんで。あ、そうなんだ。はい。はいって、何しに来たんやって、はい、つって。でもいつも来てんだよ。あ、そうなんですか。そう。で、ご先生様聞いてんの。うん。で、お母さんもたまに横山もで来てくださって。はい。で、家のお菓子を取って俺に持ってくるっていうやつだったの。いや。で、お母さんが来てさ。息子が家の物を盗んで横山さんに渡すんだけどって。だから俺は、盗品をもらってたね。いやー、もう偉い。だってその子だって、うん、まあ盗んではいるけど、自分のお菓子になるはずだったものを横山さんに渡してるってことですよね。はい、そう。いやでもいらないからって言って、コーンビーフとか持ってくるの。あ、コーンビーフね。それは確かにまだちょっと食べないかもしれない。いらねえしとかって思いながら。で、そこのお母さんとかも知ってるし、うん、本人もわかってるからさ。はい。で、久々会ったからさ、お前部活まだやってんのかって言ったら、あ、やってますって。おう。どうなんだよと。もう、全部負けてますって。あらららら。あ、そうっつって。そうか。で、横にいた男の人がさ、はい、いや、僕もね、高校時代は、野球部だったけど、うん、3年生になってから一回も勝ったことなかったから、あ、大丈夫だよ、とかって言ってたけど、俺はほら、シード校だったからさ、そうですね。だからダメなんだよとかって思いながら。まあでも私も、はい、その、横山モードに来てくださった方々よりです、うん、はい、うん、一回も公式戦で勝ったことがないバレーボール部だったんで気持ちはわかります、大丈夫です。まあただね、俺もね RCC ってほら弱小会社に入ったから、え、そんなことないです、ちょっとほら弱いチームの気持ちがわかるっていうか、全然弱くない、一番大事なのはチームワークだってするじゃん、まあそうです ね、なのに弱いのにチームワークが悪いっていうところとかにいるから、そんなことないですよ、だから頑張んなきゃなとか、ええ、ええ、そうです、頑張ってみんなが自分の背中見てくれてんじゃないかと思ってパッて見たら、みんなあっち向いてるみたいな、そしたらお父さんがいたっていうかもしれないですね、ああいうチームだからね、そうですね。あと藤上さん、はい、フランス語おですけど、うん、私は大学の第二外国語にフランス語を選択しましたが、教授に英語もあまりできないあなたたちにはフランス語は無理だと言われ、一学期でこの第二外国語がなくなりました。へー。未だに覚えているフランス語は、アンプラプセモア。あ、私が読めるかもしれないです。藤上さん、意味わかりますか？ちょっと見せてください。はい。ですね。アンプラフセモア。アンブラップセモア。わかりません。うん。ごめんなさい。そうだね。このメールを入れたうまさまが悪いね。面白くもないし。アンブラップセモア。ここなんだろう。ここいらないしねって感じがするよね。全くわかりませんね。すいません。あったよね、第二学部ね。なあ、ありましたね、うん。第二で私は英語を勉強してました。あーはーはーはー、すごいよね。4年間あんだけ学んで、こんなに何も頭に入らないって。うん。ある意味すごいよね。ある意味すごいですね。大学ってすごいとこだよね。はい。あんな金払って、あんな時間割かれて、うん、そこ出ないと、はい、就職できないとこいっぱいあるっていう、うん、そこを見せつけながら何もないっていう実態がね。そうですね。うん、しかも私、ちょっと、前半で喋ってた時に、間違えたって思ったのが、はい、10万ペール先淵神っていうのは、はい、アイアム先淵神って言ったんですけど、うん、それどうでもいいですよ、ごめんなさい。間違ってたなっていう、マイネームイズ先淵神が10万ペール先淵神っていう、そうなんだったらもう俺の10円と10円で20円とかの方がよっぽどフランス語、20円と20円で40円とかっていう、
そうですね、うん、そっちの方がフランス語っぽいです。絶対通じる気がするよね。あとオープニングの話で言うと、はいはい、ラジオネーム横手の鎌倉さん、おこんにちは。横山さんのお父さん本当に嬉しかったんでしょうね。お私は数ヶ月の間不思議に思ってることがあります、うん、お仏壇のお位牌が少しずつずれているんです、うん、地震やちょっとした振動のせいだろうと思って直していたんですが、やっぱりずれてる、はい、何か言いたいことがあるのかなと考えたりしています。多分下にローラーがついてるんだと思います。そのお祝いかもしれない。ちょっと裏をね、そうあんまりこれを推し進めるとさ、今問題になってること、統一教会かどうとかさ、ああいうとこになっちゃうからね。なあ、そうなのよ。ないですね。だけどやっぱ気持ちの問題、はい、でやっぱ手を合わせることとかご先祖様への思いっていうのは大事だってするけど、うん、行き過ぎちゃうっていう可能性もあるし、はい、それの片棒を担いじゃうっていう可能性もあったりとかするけど、ないことはないっていうことよね、うんうん、だって本人の体験だからね。はい、そうですね、うんうん、個人で思う分にはね。そうなのよ、はい、個人差があるからね、あそこに対して信仰に対しての思いがさ、はい、これ難しいとこなのよ、うん。あとはですね、はい、ラジオネームおじゃまパジャマさんから、うん、昨日久々にいとこから電話がかかってきました。おう、コロナになる前は毎年のようにお盆に会っていたんですが、会っていなくて久々に電話をしたら1時間も喋っていました、うん、今年はお盆に集まりたかったけどまたコロナが増えてきて無理そうなので、落ち着いた時にまた会いたいと思っています。うんうんうん、ね、なんかあの病院とかでも、はい、今まで会えてたのにまた入場制限みたいなことをしてるとこが増えましたよとかってニュースで見るとね、はい、あ、また会えなくなっちゃうかとかね、そうですね、またリモートかとかって思っちゃうからね、うん、あとアップルスイカ、はい、からは、最近夫が夜勤のため私一人で夜の家事や子供の世話をしていますが、はい、少しでも楽しくしようとラジコで午前様様を聞きながらやっています。お、ありがとうございます。すると3歳の次女が CM のオーレックの歌を歌うようになり、うん、へえ、この間もファミリープールでオーレックの歌を熱唱していました、うん、たまたま午前様様ではなく、日曜日のうんこなんとかっていう番組をそこちゃんと書いてあるでしょ絶対。なんか女性あの聞き耳に聞き馴染みのない声の女性のなんか人がやってる日曜日のお昼に RCC ラジオでやってる、はい、うんこなんとかっていう番組をなんだそのラジオは。聞いた時に5歳の長女が、はい、あれ午前様様じゃないじゃん、終わったん午前様と聞いていました、はあ、本当はうんこなんとかラジオが終わったんですよ、ね、違いますよ、どっちも終わってないです。うんこでもないです。私がラジコを聞きながら家事をしている間、はい、遊んだり漫画を読んだり自由に過ごしていた子供たちに、うん、自然とラジオの CM とかラジオの内容が入っていることがなんだか嬉しくなりました。オーレック、あれ、オーレック、てってて、はい、オーレック、てってて、ずっとんで売る会社ですね。そうです、私たちも歌います。オーレックってやつ。あれ、オレンジ出してくれればいいのね。あー、コーラスします。うん、何でも、何でもやります。何でも入っていこうとするの。あと、はい、愚か者のブルース、うん。いよいよ、今週金曜日公開ですよ。そうですね。あと3日ですよ。はい。もうドキドキだよね。確かに。気まま水星人、うん、昨日の夜はチケットピアで映画愚か者のブルース完成披露上映会と特別トークショーのチケットのコンビニ引き換え購入手続きを初めて自分でチャレンジしました。ほう。慣れなくてもたもたしたものの引き換えの段階で整ったので、うん、仕事が終わったら真っ先にチケットの引き換えをしたいと思っています。はい。何でも最近はスマホで簡単にできると言いますが、簡単ではなく苦手です、うんうんうん、だから引き換えができたらとても感動すると思います。今日も楽しく拝聴します。そうか、うん、だって俺もさ、ほら横山万博もそうだったし、はい、今回の金曜日にある愚か者のブルースのイベントもそうだけど、うん、チケットピアでご購入くださいとかって言うじゃん、はい、で俺自分は薬師丸ひろ子さんのコンサートのチケットを、うん、やっぱほら自分で引き返しなきゃいけないのよ。はい。ものすごい不安だもん。できんのかな、俺って思うの。ですよね。私、びっくりしたのが、うん、妹の結婚式が近々あるんですよ。はい、で、それの招待券が届いたんですけど、はい、スマホに届いて、うんうん、あの、LINE で、リンク、URL、うんうん、文字がずらーって並んだのが送られてきて、はい、そこをタップしたら、出席しますか欠席しますか、うんうんうん、保留ですかっていうのがあって、それで完了するっていうのが初めての経験だったんでびっくりしました。そうだね、よく最近さ
出演承諾書を添付しますので、うん、こちらにサインをして送り返してください、はい、って言われたりするの、うん、ネット上でよだからこの添付ファイルにどうやって文字を書き込んで、うん、またそれをネット上に定着させ送り返すっていうことができるのかが一切わかんないから、いつも人にやってもらう、はい、ごめんこれちょっと俺名前書くからちょっとまたなんかして送り返してとかって、で必ずこれ横山から頼まれて送っていますがって言って送ってもらうから全然わかんないよね。わかんないです。もうそういうの詳しい人にしてもらうのが一番いいですね。やっぱわかんないことは人に頼っていかないと、うんうん、でまあ自分でもちょっとずつ慣れていく、はい、でちょっとずつ前に進めるみたいなことをしないと、ね、いきなりグーッとはいけない。いけないです。いや大変だよ。そうでもずっと頼んでいると、うん、その頼んでる人は頼まれたからって勉強するけど、ね、ずっと頼んだままでいたら、うんうん、またねわからないままになっちゃうんで、いやちょっとねスピードが速すぎる、うん、あとその知識の落差が大きすぎて、はい、だって俺会社から来るメールとか何にも意味わかんないよ今なあ。で、それがほったらかしになってる状態で進んでるってことが、で、若い社員もわかんないって言ってるもんね。聞くと。時々、なんだこれはって思う時もありますね。あるよね。うん。で、なんか、ものすごい、越に行ってさ、なんとかかんとかをまた更新しましたね。なんとかかんとか更新しましたよ。いや、その、すごい前の段階から、俺置き去りなんだけどっていう。ね、うん、でも更新して新しくしようといろいろしてくれてるってことなんでね。そうだね。わかんないこといっぱい、まあ、それが迷惑だっていうことが、まあ、ほら自分たちのところだから一生懸命やってどんどん進めていこうとするんだけど誰もついてきてません。だから俺と一緒ね、みんなが背中見てるかなと思ってパッと見たらあっち向いてるっていうことがあるからね世の中さ。そうですね、あんま進むとね。確かにいっぱいありますよ。市が通ってた方がいいよねとかさ、はい、いうとこがあるもんね。対面してね。そう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 、うん、ラジオネーム93キロのプッコラさんから、はい、おはようございます。おはようございます。横山さん、とうとう今週末から横山監督の映画愚か者のブルースが広島での先行上映から公開が始まりますね、うん、そして29日から31日までの舞台挨拶付きの特別上映会もあるとか、はい、私も福山駅前シネマモードの会に申し込みをさせていただきました。ありがとうございます、はい、実は私3月の予行劇で一度見させてはいただいているんですが、うん、今回は少し手直しもしているということですし、はい、前回気づけなかったシーンの答え合わせに伺いたいと思っています。そうだね、うん、ほんとね、もうあれだよ、何していいか分かんないぐらいテンパってますって感じよ今ですか。今、大変いろんなことがやることがありすぎて、うん、だって日常の仕事しながら俺映画の公開してんだからね確かに確かに普通この本業映画の公開だけでも本業の人でも大変だと思うからさうん、うん、そうですね、俺昨日2箱とか言ってる場合じゃなかったんですよだけど29日、うん、いよいよ今週金曜日に、お昼12時20分から横川シネマで日本最速ですよね、うん、一番最初ここでやりますっていうのがあって、はい、でそこに熊切あさみさんも来ることになったので、はい、主演の熊切あさみさんと佐々木心音さん、うん、あと小原遥さん、矢沢洋子さん、あと横山さん、はい、5人が横川シネマで舞台挨拶ってまずないからね。そうですね、しかも、まあ、来ていただきたいなと思うし、うん、でその29日の夜はアステールプラザで、はい、そのメンツ熊切さんとかまあ俺らも含めて、うん、そこに今度は映画見るでしょ、はい、で見てで休憩してたらまずそのみんな出てくるんだよ役者陣が、はい、今スクリーンで見たって役者陣がみんなバーッと出てくる、はい、でトークショーやる、うん、でやったら今度は今映画の中で流れた曲を歌った人たちが4組出てきてライブやります。だヤスさん、はい、藤江純二、メビウス、涼介がみんなその印象的な曲を作品の中で流してるので、はい、それを生で聴けますよというのをやりますよと、うん、で次の日もまた横川シネマで舞台挨拶やって、はい、で夜はまた今度は福山、福山の皆さんにもご挨拶しなきゃいけないと思って、はい、そのメンツで福山にも乗り込んでいきますよということでもあったりするから、もうバタバタなのよ、はい、忙しいですね。でまた最近さ、昔がそうだったんだけど、はい、昔映画って金曜日公開だったの、うん、でそれがいつの間にだか土曜日公開になったの。へー。でまた近年金曜日公開に戻ったの。はい。だから公開日が平日なのよ。あ、そうですね。簡単に言うと確かに。だから俺金曜日の12時20分から横が一発目お願いしますねって言うけど、これ平日の昼なのよ。ああ、そっか。だから来てもらわなかったらもう困るのよ。確かに。
みんな普通はまあ仕事されてる方が多いですもんね。はい。とかアステールプラザも金曜日の夜6時半にアステール来てねって言うとなかなか大変じゃない。うん。だけど来て。懇願。まあ初日だからさ、これ土曜日だったらね、はい、そんな心配もいらないよと思うけど、なので、はい、あ、また最近映画界が金曜日公開になってんだよなと思って。へえ、それってなんか流れの中で変わっていくんですか、それともなんだろうね。この日、あのさ、変えましょうみたいな。土曜日と日曜日で1週間のお客さんの入りを計算するのよ、映画会社って。へえ。だから正確に言うと月火水木金土日で1週間のお客さん何人入りましたってなるのよ、うん、はい。で今ずっと公開されてる映画は月火水木金土日で7日間の集計だけど、うん、その土曜日から始まった映画は土日だけなのよ。ああ、なるほど。そうすると他の映画はプラス5日間あるじゃん、はい、月火水木金が、うん、そうするといきなり初登場1位とかなれない可能性があるのよ。はあ。でも初登場1位とかならないともう、あ、この映画あんまヒットしないんだっつって映画館が上映回数を減らしたりするの、はい、なるほど。だから1日でも多く早くやっといて、はい、金土日でこの3日間で、はい、初登場1位とかをにしたいから1日増やしたの。はあ、なるほど、そういうことなんですね、うん、そうなの、そうなの。へえ、そういう戦法というか、だから今みたいにシネコンみたいになったから、うん、映画をその一日中同じ映画を一ヶ月やってますとか昔だったからね。はい。ああいうことないじゃん。うんうん。もう人気ないと思ったら映画の回数がバーッと減らされたりとかするから、はい、そうなったの。はあ、そういうことなんだ。大変なの。大変ですね。興行って。興行だ。ほんと来て。だそうです、皆さん。金曜日。はい。土曜日。日曜日、はい。で、キャスト陣もいっぱい東京から呼んでて、旅費もかかってるから。そうですね。しかもさっきの話聞くところによると、うん、その金土日が勝負で、勝負、そうなの。今後の映画の上演とかにも大ヒットしてるよ広島ってなるんだけど、ね、で加藤雅也さんが簡単じゃん、横山さんが午前様で言ったらさ24万人聞いてんでしょつって、うん、でなんかカープなんかさ一試合3万人集めてんだよつって、はい、だからあれだったらマツダスタジアムで3万人来てもらえばいいじゃんって、いやそんな簡単なもんじゃねえんだよ加藤さん、そうなんです、そんな簡単なもんじゃないですけど、でも午前様のリスナーがさ全員来たらさ、はい、24万人でしょつって。だから、全国でヒットしてる映画でも20万人じゃ大ヒットだからねつって。だから、午前様のリスナーだけで、全国の人がびっくりするぐらいの大ヒットできるんだよつって言って。ほー。頭下げないよ、かも。いや、下げてますって。そうですね。もうすごく言ってますって。だいぶ前から。そう、リスナーも、もう耳にタコができたわっていうぐらい多分、俺は喋ってますって。ああ、そう、つって。それでそうやって言うのに、自分の加藤雅也のバンバンバンってさ、はい、FM 横浜の番組じゃ、うん、最後に、7月29日から、広島先行上映で愚か者のブルース始まりますんでぐらいしか言わない。もう膨らませろマサヤ一連卓勝だろうと思いながら、そうか、でも加藤マサヤさんがお願いしますって言ってるのはあんまり聞きたくないかもしれない。もっとやれマサヤって思いながら。でもね、加藤マサヤさんもかっこいいですもんねこの映画ね。でも公開の日、加藤さん自身は北海道で、はい、他の映画の撮影があるのね。だ大変なバタバタなんだよ。そうですね。あ、でもちょっとドキドキですね。今週の金曜日、はい、29日です。金土日と、はい、あ、横山もべったり映画館にいますんで、そうです。はい、ぜひぜひ遊びに会いに来ていただいて、うん、御前様のパワーを見せつけてほしいなと思うんですよ。はい、そうです。24万人、うん、って言いながらね、ガラーンとしてるとして、俺も来週あれにやれるから。確かに火曜日緊張するな。どんな顔で横山さん来るんだろう。さあ、この時間になりますと、はい、御前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は淵上からアルファベットあれこれで問題を出してもらいました。はい、私は大学の時フランス語を勉強していました。お、で、まあフランス語を勉強するにあたって最初はアルファベットから学びます、うん、その時に学生の間で流行っていたこととは何でしょうかというのが問題です。ラジオネームぷくぷくママ、ありがとうございます。淵上さんの朝の挨拶はフランス語でボンジュールだったのではないでしょうか。優雅な学生生活ですね。うーん、確かに。あ、でもそれは確かに入らなかった。バカっぽいな本当。ボジュールって言って挨拶するのにそっから全然進まないわけじゃん。そうです、みんなでボンジュール、うん、ボンジュール、メルシーみたいな。メルシーも使ってましたね。誰でも使う
ハローみたいなもんじゃん。そうです。サンキューとかさ。はい、サンキューぐらいですね、本当に。ボンジュール、メルシーは使ってました。うん。うん。ぐらいですかね、どこで、どこで普通に、挨拶するとき。だって女子校とかでさ、はい、挨拶が、ごきげんようとかいうとこがあってするじゃん。はい。それ一緒なわけでしょ、ボンジュールって言ったら、はい。そうです、うん。しかも、フランス語専攻、ドイツ語専攻、あと、スペイン語専攻、あったんで、うん、それぞれみんな違う。ドイツ語の人は何て言ったの？絶対覚えてないんですよね。スペイン語の人は。ニーハオとかじゃないですか。絶対違う。今、全員が、本当今間違ってますよねっていう。その答えが間違ってますじゃなくて選択が間違ってますよね。ごめんなさい、本当にごめんなさい。今バイトちゃんもカッて見たから何にも浮かばないにしてもそれはないわっていうかパッてバイトちゃんが多分あの振り向けた首がゴリゴリってなったし大丈夫大丈夫イダダダダってなったぐらいの勢いで見たよ、ね、あとブドウから淵上さんがフランス語を習っていました、はい、アルファベットについて思うこと、うん、それはフランス映画を今でもよく見る。はあ。問題何だったっけ？アルファベットを勉強するときに流行っていたこと、学生たちの間。ああ、うん。フランス映画をよく見る。ああ、フランス映画。でも、当時はちょっと見てました。フランス映画。なんていう映画ですか？そうね。なんだっけ。ジマンペール先みたいな。ああ。うん、俺さ、最近淵上さんの放送を聞いてて思うんだけど、はい、リアルに分かんないことの瀬戸際みたいなのをごまかそうとするけど、リスナーは気づくじゃん。はい、で、この間ショコラジもさ、なんか島の特集をね、やったんだけど、うんうん、なんとかっていう島にさ、すごいいいところがあってっていう話をしてた時に、はい、淵上がポロッとさ、それって広島なんですかって言った時に、誰も答えなかったのね。ああ。あるとかリスナーはやっぱ、あれ分かってないよねつって。はいはいはい。どっちの件か分かってなかったよね。とかって気づくじゃん、うんうん、なんかあれと同じようにその前の時も俺がスポーツ一直線で淵上に、はい、なんかさ知ってること知ってないことみたいな当たり前みたいに喋ることがあるけど知ってそうで知らないこといっぱいあるじゃんつって、うん、でサンフレッチェの選手の名前3人言ってごらんつってドラゴンフライザー3人言った時にそうですよねって言ってごまかしたけど言わなかったってこと知らなかったってことだよねってあれでもリスナー気づくじゃん、と同じように多分フランス言わないと見てましたって言われたら、はい、本当かってこう思うわけじゃないですか。いや、本当に。一個でも出てきてる。一個もう出てこないんです。もう、こんなに言われて考えるまま与えてもらったんですけど、一個も出てこない。見てた。見てた。見てたか。じゃあ、しょうがない。もう、だって記憶ないんだから、ね。記憶ないです。でも見てたんだもんね。見てました。二、三本。ごめんなさい本当にベビアさん太郎、はい淵上さんが、はいフランス語を学ぶときに流行ったこと、うん、それは他の学部の人もいて、うん同じ学部内の人同士での内緒話はフランス語でしていた。もうできないできない、もう分かりますよね今の私の会話で。よくこんな答え書いてきたよな。本当ですよ。淵上の顔に泥を塗るなよ。そうですね。本当に緊張してました。フランス人の先生もいらっしゃって、で、やっぱ、フランス人の先生はフランス語しか喋らないんですよ。うんうん、で、私は。じゃあもう何の会話もできない。何の会話もできないです。でもやっぱり、フランス語に、フランスに留学する友達もいて、うん、その子たちは本当に真剣にフランス語勉強してて、うんはい、ペラペラになって帰ってきたし。ああ、そう、友達ね、友達。あ、そうです、友達。私ではないです。だから、その留学から帰ってきた後は、うん、先生と喋るときは、うん、その子についてきてもらって、うん、通訳をしてもらってました。一般の人と同じってことだよ。そうです。本当恥ずかしい。ああいうときさ、もうしょうがないから友達の自慢するしかないじゃん。ええ、ええ。だからなんかよく、淵上美咲さんはね、うん大学を首席。で、卒業された方と一緒に卒業しましたみたいな。そうでーすイェーイそうでーすそうです。一応。この間、新聞に俺ちょっと笑ったんだけど、はい、広島カープの2軍からコロナが出ましたっていうので、はい、
何のどこの新聞だったかな、陽性者以外は全員陰性でしたって記事が出て当たり前だろうっつってなんだその記事って俺ゲラゲラ笑いながら見たんだけど、陽性者以外は全員陰性でしたって、そうですよっつって、そうですね、もうそれと同じようなことを言わないと私もう取り繕えないですからね。加水長淵上さんがフランス語を学ぶときにやっていたこと、はい、それはスマートフォンの設定をすべてフランス語モードにしていた。ああ、全然してませんでした。クイズ、はい、敬語王から。ありがとうございます。なんだこれ。うん、ジュテーム、あ、ジュテーム、ジュテーム、五行の擦り切れ、カイジャリ水牛の、ジュゲームが流行った。はい、ああ、そうですね。ジュテームは愛してるってことですね。はい。はい。I love you。うんうんうん。あ、ジュテームあったあった。はい。そこじゃなくて、あの、ジュゲーム、ジュゲーム、ごっこものすりきれ、会社にすりきれ、ふらまつ、ふらまつ、食うねるところ、住むところ、パイポ、パイポ、禁煙パイポ。私これで会社辞めました。みたいな。知りません、それは。みたいなので覚えた。ああ、それは全然やってなかったです。うん。はい、入りませんでした。ハライチ平、うん、クラスの中の友達の名前の最後にんぬっていうのをつけてた。ふちがみんぬみたいな。うわあ、マリエンヌみたいな感じの。横山ぬみたいな。ふちがみんぬみたいな。言いたくなりますね。ちょっと流行りそうですよね。やっぱさ、なんか問題が嘘っぽいから答えは盛り上がらないんだよね。本当にごめんなさい。もう記憶が曖昧すぎてフランス語勉強したっけっていうぐらいなんですよ私も。違います。みんなも必死考えたけどこれがボケるの手一杯みたいな。本当にすいませんでした。さあ、はい、淵上咲ですけども、フランス語を大学時代学んでいた時に、はい、覚える時に流行っていたこと、はい、それは正解は、はい、あの R の発音、アルファベット R の発音を、はい、フランスでは、うん、A はって言って、あの喉を鳴らさないといけないんですよ。あ、だから広島とかはH を発音せずに、うん、E、ロが R じゃないですか。ほ、しまっていう風に発音する。はっていう。広島のひっていうのを、はっていうの。そう。広島のロを、い、ほ、しまって発音するんです。ああ。え、ふっつって、うん。喉を鳴らす練習をしないといけなかったんです。それをみんなでやっていた。はい。そうです。っていうのが正解です。まあ、100% 当たらない。のと、そこもまた残念ながら膨らませにくいなっていうところが。そうですよね、うん、すいません。硬い風船みたいな膨張率が低い。近い。私もこの問題出したことによって自分がどれだけ大学勉強してなかったのかってことをちょっと実感して本当に恥ずかしいです。そうだね、はい、まあただね、うん、そうやってほらなんかさ、どうせ淵上さんなんかさ、その大学時代のとか経歴でさ、はい、愛知県立、うん、大学のフランス、はい、外国語学部フランスヨーロッパ学科フランス語専攻ですみたいなのは残るわけじゃん結局。まあまあそうです ね、 ね、ええ、だそのネーミングを4年間で買ったって本当にもったいない買い物をしてしまいました。でもすごく楽しい4年間でした。で、ふっていう、はっていう、なんか R の発音がすごく流行ったんです。でも、正解者はゼロですね。はい。ということで、すべての方が今日は対象です。はい。午前様様手ぬぐいを一人の方にプレゼントします。そして当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさん、ありがとうございました。スポーツ、一直線。さてさて、今日の一面。はい。ですけど、日刊スポーツ、うん、8月だよ全員集合わってことで、森下、うん、小園救援追加招集、はい、初出場小園 MVP を目標に頑張ります。はい、そうですね。あと、西川龍馬が早ければ8月の2日に復帰するんじゃないかと。あとマクブルーム、堂林も合流が間近ですよと、はい、いうことで8月にはこういった主力選手がみんな集まってきて、はい、また後半戦戦っていけるんじゃないかということだったりとか、うん、あとはスポーツニッポン奇跡の逆転 VA
龍馬秋山とタッグ、うん、最短8月上旬一軍復帰、はい、デイリーも、龍馬6番2度目のスタートライン後半戦の奇跡逆転 V へということで、まあでもあれですよね、4月5月6月と辛辣なことを言っていたカープファンの皆さん、はい、広島カープあの戦力で2ターンですけどっていう、うん、あとずっと俺は同じことを言い続けたけど5割ですって言い続けてた、はい、で貯金は使えばいいと思うし、で貯金が減っていくときにバカだアホだって散々罵ってた人たちが、で俺がコロナの間だからそういうのやめようよって言ってたけど、はい、こんないい順位にいますよってやっぱ思うのね、うん、ただやっぱさ、そのパッチワークみたいになかなか補強がない中で一生懸命戦ってたわけですよ、うんうん、でそんな中そのチームの事情もあるし怪我人も出てくるし、でいろんなことが各球団あってさ、はい、だって阪神なんか前半の2週間ぐらいなかったら今すごいことになってるよ。そうですよね、あれをだったら前半戦だけで借金全部返したんだからね、はい、すごいよ、すごいことだと思います、返済能力、はい、オーストラリアで騙された矢沢永吉さんみたいなすごい返済力みたいなあれよく返せましたねっていうぐらいの感じじゃない、だから広島カープも似たようなもんだと思うのよ、うん、でここからが本当正念場だと思うので、やっぱ選手だけが戦ってるんじゃなくて、こういう時はファンも一緒に戦ってるよって愛情を注ぐっていうこともやっぱ大事だと思うから、はい、なんか悪い時に叩きのめそうとする人がいるけど逆なんじゃないの人って、うん、弱い時に励ますんじゃないのって言って、でそれをファンって言うんじゃないのって俺は思うけど、はい、なんか逆の人いっぱいいるよねとかって思うので、うん、じゃあ今度はだから強いから今、はい、そういう時は叩いていいよって逆に俺は思うの、どちらかというと、うん、何してんだよっていうのは強い時で、弱い時はなんかみんなで、はい、今だからこそ俺たちの声が必要だぜっつって、だからヒーローインタビューで選手たちも思ってもないけどファンの皆さんのおかげですって言うわけでしょ、だからあそうだそうだ、だからちょうだいっていうことじゃないと思うじゃん、うんうん、結局は、はい、なので、はい、相思相愛だったら後半戦もいいなと思うし、オールスターゲーム無心できたらいいなと、こんな時期だから、ね、思います。楽しみたい。御前様様商品開発部、番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて、名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということで今日皆さんに歌詞を考えていただく楽曲はこの曲、オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出たなら全力はためで買うだい、オラこんな村嫌だ、ということで吉幾三さんのオラ東京さ行くだです。この歌詞が隠された部分、本当は銀座に山買うだなんですが、この部分に面白い歌詞を入れ込んでください。はい、ということで今日もバカバカしいネタの数々が届いていますんで、早速ご紹介しましょう、うん、ラジオネーム福山の舘ひろし、麦ちゃん、まったり風味、へさかのプリンセス、おかげさまさま、50歩100歩、はい、北枕のワニ、ネタかぶりですね、他多数、すごい、では行きましょう、はい、よし行くぞ、オラ東京さ行くだ、はい、です。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら全力はためで、牛を英語で言うと買うだい、オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、みんなそっち行ったのかしかも被る人数が多すぎるまだ多分まだいるはずですよ、いやー買うだ、ああ買うだ、買う、うん、そうですねみんなあっちゃそう、買ったか同じこと考えてた、絞っていいな、オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら全力はためで、広島カープのヘッドコーチは
タウダイ。いや、それ川田です。タウダじゃないです、すいません、川田です。川田さんに聞こえなくもない。みんな今日そっちなんですか。いいえ、ちゃんとはい、してる人もいますよ。あ、本当ですか。よかったよかった。麦ちゃん。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら全力はためで、ウルトラマンに変身して怪獣と戦う。カウダイ。ちょっと違う角度から来た。こんなばっかりなんて。ちゃんとしたのないんだよね。本当ですよ。ひらひら、はい、オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら全力はためで、映画愚か者のブルースの前売り券を全部買うだい。おー、素晴らしい、素晴らしい。これが正しいやり方。そうですね。続きは11時台。午前様様。さあ、ラジオカーの登場です、はい、今日は宮本ゆきですけど、どこにいるでしょうか。宮本ちゃん。はい、おはようございます。おはようございま す。この時間は三好市東酒屋町にある美術館、奥田元宗さゆめ美術館にやってきました、はい、現在開催中の企画展について学芸員の渡辺健二さんと一緒にお伝えします。渡辺さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。渡辺さん、ここ奥田元宗さゆめ美術館では今手塚治虫展を開催中なんですよね。はい、そうなんです、日本の漫画アニメ界をリードしてこられ、漫画の神様とも呼ばれる手塚治虫さんの展覧会を8月30日まで開催しています。いや、入り口では私の背丈ほどある鉄腕アトムがお出迎えしてくれていて、もう写真撮影も皆さん楽しんでいらっしゃいましたよね。はい、今や世界的な人気を誇るキャラクターとなったアトムが登場する、鉄腕アトムをはじめ、はい、ジャングル大帝やリボンの騎士、火の鳥、ブラックジャックなど手塚治虫さんが手掛けた、膨大な作品の中からえりすぐった直筆原稿やアニメーションのセル画、そして手塚さんが愛用した品々などを展示しています。現代にも影響の大きい作品が多いですし、お子様も楽しめる内容ですよね。そうですね。他にも夏休み期間ということもあって特別な企画も行っております。どんな内容になるんですか、イベントは。はい、子どもたちに送る三好の夏休みジョイント事業として、8月30日までの期間中に奥田元宗さゆめ美術館と、三好不動機農家ミュージアム、この2つの、館の、企画展を見学された方にサービス券を発行して、それを、三好市内の協賛店で利用されますと、お食事やお買い物の際に、割引や無料サービス品など、それぞれのお店独自のウェルカムサービスを受けることができます。これサービス券っていうのはどんな内容なんですか。はい、このサービス券1枚で、3つのお店で、ウェルカムサービスをご利用いただけます、はい、各店舗の具体的なサービス内容に関しましては、美術館の受付で、サービス一覧をお配りしておりますし、三好商工会議所のホームページにも、記載されております、はい、詳細につきましては三好商工会議所へお問い合わせください。いや、それは嬉しいサービスですよね。でもう一方の三好不動機の丘ミュージアムではどういった内容の企画展が行われているんですか。はい、三好不動機の丘ミュージアムでは、北原コレクションの世界、妖怪からホラーまでが開催中です、北原照久さんは、まあ、ブリキのおもちゃだけではなくさまざまなジャンルのおもちゃコレクションをお持ちで、本展ではですね、そのコレクションの中から妖怪やホラーに関わる品々を一堂に初めて、公開する全国初のコレクション展だそうです、はい、詳しくは三好不動機農家ミュージアムまでお問い合わせください、はい、両館どちらも夏休みにはぴったりの企画ですよね。しかも企画展を楽しんだ後はサービス券でさらに楽しめますね。そうですね、夏休みはぜひご家族で、三好をご満喫してください、はい、ぜひ皆さんにも来ていただいて企画展も楽しんでみてください。この時間は奥田元宗さゆめ美術館の渡辺さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではスタジオにお返しします。はいはい、はい、ありがとうございます。手塚治虫展開催中ですよ、うん、はい、気になります。鉄腕アトム
俺もだって自分のスケジュール帳。はい。あ。で、入社した時から。はい。鉄腕アトムだからね。あ、そんなに使ってるんですね。32年使ってますからね。ほう。初めての給料で買ったのがあれです。あ、そうなんですね。はい。はあ、はあ、それぐらいね、身近にあって。いや、だって、横山家の入り口は、うん、アトムとウランちゃんが、の木でできた、はい、高さ1メートルぐらいのものが出迎えてくれるの。ほう。手塚治虫展みたいですね。そうだね。いや、俺たちの時代はさ、やっぱむちゃくちゃ影響を受けててさ、はい、やっぱなんか、お亡くなりになった時とかも、はい、わーと思ったしね、うん、それ考えるとね、なんかあの、芸術品だけど、美術品だけど、やっぱ大衆を、の中にあったわけよね、俺たちのね。はい。だそういったものも含めて、うん、なんか、今のちっちゃいお子さんたちが見てくださったりとかすると嬉しいよな、とかって思ったりするよね。そうですね。ちなみに、今レポートした宮本ゆき。お。ですけども、アルファベットあれこれ。はい。今週のテーマ。うん。アルファベットで思うんですけど、メールアドレスを電話で伝えるとき。D とか D みたいに聞き取りにくい言葉を言ったときに伝わってなかったらどうしようと不安になります。はあ、で、復唱するときに B って言ったら、あ、ブックの B ですねとかうまく言う人がいるとすごっと思います。ああ、なるほど。あ、そうですね。ブックはブーじゃないですかって思ったから思われるかもしれないよね。わかんなくなってくるもん。それはね、またわかんない。ブックのブーってことは D ってことですかっていう。また、いや、ブックの B です。え、ブックはブだから。え ?D? え ?B? えどっちですかみたいな。わかんなくなる。M と N も難しいよね。ああ、そうですね。む、うん、かぬか。むとぬのも違いだけなんですけど。今日のラジオカー中継伝わったかな。伝わりました。もう今日は完璧に。ラジオカーは宮本ゆきでした。チーボーさんが、はい、本当にムシムシと暑い朝ですね、うん、久々にゴミ出し中に団地のママ友に遭遇しましたが、暑いね、体力が持たんば、子供とラジオ体操してた頃は若いからできたんよね、との会話でした。そうだね、はい、そうですね。でも若い時は若い時で面倒だったんだよね。そうなんですよ、なんでしっかりやんなかった。午前さまさま。さあ、時刻は11時を回りました。午前様様お送りしております、はい、ラジオネームひらめ2号さんから、はい、おはようございます。おはようございます。我が家の小学校の小学生の息子も夏休みが始まりましたよ、うん、夏休みの宿題は日記や国語、算数の宿題に加えて音楽の宿題としてタブレットで曲を弾く練習をするというものがあります。ほう。タブレットの画面にピアノの鍵盤の画像が出てくるので、それを弾いて音を出すというものです、うん。普段の授業でもコロナ対策で鍵盤ハーモニカの代わりにタブレットを弾いていたようです。はい。他にも学校から持ち帰った鉢植えで育てている野菜の写真をタブレットで撮影してみようという宿題などもあります。はい。自分が子供の頃と同じような宿題もあれば、全く違う宿題もあり、うん、面白いなと思います。ほうね。でも、絵日記みたいなもんなんだろうね、結局はね。ああ、記録として残してってってことですね。うんうんうん、ねえ。うん。なんかあるじゃん。ほら、よくさ、イラストで、ものすごい上手い人が、はい、ほぼ写真ってのがあるじゃん。ありますね。あるじゃん。はい。ただもう写真でいいんじゃねえって。いや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 。もうこれどこからどう見ても、写真なんですよ。ぐらい。だけど、イラストなんですって、はい、じゃあ写真でいいじゃんって。うん、その努力が無駄じゃんって思うけど。そんなことない。それに近いんだろうね。書いてたか、はい、その写真に収めるかっていうことだけど、大事なのは物事をコツコツやると、うん、こうやって命が育まれていくんですよっていうことを学ぶことだったりするじゃないですか。そうですね。だ根本の願いは、うん、変わってないんだろうなとかって思ったりするよね。うん、そういうことです ね表現の仕方とか、うん、残されるものが違うっていうだけなんだろうなと。あとは、はい、名前がむちゃくちゃ来てます。あ、7月25日、はい、生まれた女の子、うん、ね、これなんて読むんだろう。新流子55でいいのかな。ほうほう。夏子でしょうって。あ、夏に生まれたから、はい、大輔725夏子。そっか、725青葉の王725夏子。あら、チョルチョル、はい、725夏子で夏
夏ぐ夏氷ってな。夏氷名前が夏氷って、まあ、涼やかですけど。K 部下子25だからニコちゃん。あ、可愛らしい。三好のダーリン、ニコちゃん。おー。ケママ水星人、ニコちゃん。ニコちゃん。福山のコウモリ男、なー。7月25、うん、何子何子何子、救助先ドップ何子、ほうほう、ね、ジャンポとジルピーは7つの海でナナミちゃん、あら、かわいい。秀才の仲間は7と3でナナミとか、うん、すごいいっぱい来てます。あ、本当ですね、はい、ケツ取ります、後で。わかりました、呼んでみましょう、はい、ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん。私も夏子に一票でよろしいですか。夏子だよね、夏子ですよ、夏子だよね、25日なんだから。確かにねえ、そうですね、こんないい度ないよね、もうぴったりじゃないですか、はい、昨日夏日、誕生日もすぐわかるしね、はいはいはい、誰からも忘れられないし、うんうん、ただ夏生まれですかって言われたらそうなんですよね意外とわかりやすいっていうね、うん、いいですよね、はい、今日はね、うん、そんなね、夏のお掃除皆さん大変でしょ、はい、全部のお部屋がほらエアコン効いてるわけじゃないじゃないですか、うん、ね、エアコン止まってたお部屋もうお部屋に入った瞬間にぬわーっとなってね、はい、なんかもうお掃除する気力もなくなりそうな、うん、そんなお部屋の掃除も手際よくパッパッパーと終わらせられるというね、はい、今日はそんな画期的な掃除機ヒタッチのラクカルパワーブーストサイクロンのご紹介でございます。はい、はい、ちょっと名前が長いことで有名な掃除機なんですけれどもね、うん、もう名前が全てです。軽いのにめちゃめちゃよく吸ってくれるという。ほうほう。こういう便利な掃除機があるんですよ。楽で軽くて、パワーが あるブーストのサイクロンが使われてる。そういうことなんですね。ね、名前で本当によくわかる。うんうん、はい。夏子と一緒です。はい。わかりやすい。いや、だからなんです、皆さん。うん、もうこれね、ぜひ皆さんに買い替えていただきたいので、ほう、今回、下取り企画なんですよ、うん、最近の掃除機は優秀だからなかなか壊れないでしょ、はい、捨てるのもったいないなと思わないでくださいよ、皆さん。それを下取りさせていただく金額がすごいんです、うん、はい、なんと今回2万5000円の下取りを行っております。下取りが2万5000円そうなんですよ。ひゃー、2万5000円以下の、うん、買ってっても大丈夫ってことよね。 OK です、 OK です、ね、だから15年前にね、うん、2万円ぐらいで買った掃除機が、うん、今回2万5000に化けるわけですから。すごいね。すごい。10年間タダで使えてたっていうことですよ。ね、投資も、投資物件だったんですよ。そうそうそう。なんか5000儲かって帰ってくるってなったら、いいでしょ、皆さん、うん。ぜひ今日はね、掃除機を買い替えるきっかけにしていただければと思うわけなんです。はい。じゃあ、本当によく吸ってくれるのか。ね、コードレスになったら吸わなくなるんじゃないかと思ってらっしゃる皆さん。うん、違うんですよ。作ってるのがあのモーターの日立でございます。はい。ね。日本で一番最初に馬力という言葉を生み出した会社ですよ。あ、そうなんだ。そうです、そうです。ね、もう今では一般的になりましたけれども。はいはい。それぐらいパワーにこだわってる会社なんです。うん。だから、もう日立の最上位モーターがまず入ってまして、うん、しかも、ブラシのところです。先端の吸い込むところね。はい。ヘッドのところにも、日立最上位のモーターブラシが入っております。うん。ということはですね、何が起こるかというと、スイッチをピッと入れると、もうブラシがどんどん先に走っていきます。おー。皆さんブラシに引っ張られながらお掃除ができるんです。たまにいるよね、犬の散歩で、犬におっと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 連れて行かれてる人いるけど、あんな感じ。あの感じ。もう家の中でワンちゃんのお散歩してる感じで、お掃除が楽々できちゃう。はい、はい。ね、ほとんど力をいらずに皆さん引っ張られながらお掃除ができちゃうから、もうはかどるわけなんですよね。ものすごい、わーって。暴れ出すことはないですよ。走っていくことはないです。待ってくれーってことはないんだ。それはないです。はい。暴走はしませんからね。はい、皆さんのちょっと先をね、走ってくれるっていうだけですからね。そしてね、このブラシの先端に、うん、さらに LED ライトがついてます。あ、便利。これめちゃめちゃ便利。暗いとことかが、するときむっちゃ便利だよね。うん、でしょ、うん、暗いところももちろん便利なんですけど、うん、今回さらに緑色のライトに変わったんで、何それ、何が起こってるかというとね、うん、ほら、例えば、フローリングの床でも、うん、明るいフローリングだとゴミがあるのかないのか見えないでしょ。見えない見えない、見えないでしょ、うん、皆さん毎日の習慣でねお掃除してると思うんですけど、うん、このライトで照らしたら明るい床なのに、うん、ゴミがあるのかちゃんとわかります。ああ、なるほど、見えるんですよ。たまに布巾でこうやって拭いて、うんうん、全部拭いたつもりなのに後からなんか反射見たら、あ、ここ拭き残しがあるって見えるの。ありますね。ああいうのがわかるってこと。ああいうのがライトで照らすから見えるんですよ。はいはいはい、はい、だからちゃんとゴミを確認しながらお掃除ができるし、うん、しかも、もう、
ゴミがなくなっていくのが見えるから、はい、逆に楽しくなります。あ、確かにね。だから、お掃除をする楽しみを与えてくれる掃除機なんですよね。うんうん、しかもね、パイプから先をカチャッと外すと、長さが30センチぐらい。短くなってハンディタイプとして使えるんですね。はい。うん、これがまた便利で、うん、階段のお掃除。これ便利ですよ。ああ、そっか。そっか、腰曲げずに掃除ができるってことですね。そうそうそう、あの、階段は下から上に上がってくださいね。うんうんうん、くれぐれも上から下に行かないようにね。下から上が基本ですよ。へえ。そしたら腰より高いところで、ちゃんと掃除機がね、パッパッパッとできるんで便利なんですよ。はいはいはい。だってほら、キャニスタータイプのコードがついてる掃除機だとね。うん。半分までは1階のコンセント、うん。半分から上は2階のコンセントってなるでしょ？そう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 。これコードがないから、うん、もう1階から2階にバーっと駆け上がればいいんですよ。うんうん、簡単。コードがないから行動範囲が広がるんです。うん、あら、コードで今ちょっと。え？あら、いらなかった今の。韻を踏んでしまったわね。いいですか？え、ちょっと次行きますけど。続けてください。そう、しかもね、コードがないから、外に持ち出して車のお掃除にも便利なんです。はい。ねえ、だからこそ、1台2役、本当に便利なクリーナー。うん。だから、もういろんな場所のお掃除に使えるようにアタッチメント。はい。これ最初から3つセットで付けます。はい。狭い隙間のお掃除に便利な隙間用のブラシ。うん。それから、ちょっと毛先が柔らかくなってるハンディブラシ。はい。これはね、テレビ台の後ろの掃除とか便利ですよ。ああ、もうあの、結構綿ゴム溜まってるでしょ。すごいからね。そうそうそう。あの、サッシのレールの掃除とかも便利ですからね。レールもできるんだね。そうそうそう。そして、ちょっと毛先が硬いハンディブラシ、うん、だからこの3つのアタッチメントも全部自分で揃えたら1万780円しますからね。おーおー、この1万円以上のアタッチメント全部最初からセットで付けまして、はい、お値段税込みの54,980円。あー、まあまあする、うん、するでしょ、うん、まあ、これぐらいする高級クリーナーなんですけど、はい、さあ皆さん、今日の下取り金額覚えてらっしゃいます？25,000円。そう、25,000円の下取りがつくんで、今日は下取りがある方は最終価格 29,980円なんです。で、これに付属品もついてるんだよね、うん、そう、1万円の付属品がついてきて、だからもう半額以下だね。すごい、本当でしょ、うんうんうん、めっちゃ安いでしょ。はいはい。だからぜひ皆さん、もう毎日のお掃除をね、重たい掃除機ゴロゴロするのは大変です、うん、これが1年365日毎日のことって考えたら、できるだけ楽な掃除機がいいですからね。はい。だからご自宅用に1台、うん、実家のお父さんお母さんにも1台プレゼントで買ってあげてもいいと思うんですよ。確かに、うん、分割を使っていただくと月々2100円コースご利用いただけますんで、はい、ぜひぜひフリーダイヤル 0120-441-555 番、441-555 番でお電話お待ちしております。ババちゃん、ラジオネーム、はい、12のっていう人からね、はい、この間土曜日、うん、BS ジャパンネクストで動くババさんを見て、はいはい、あ、シャワーヘッド気になるわと、うん、コールセンターに問い合わせをしたついでに、うん、いつもババさんのラジオを楽しみにしていますよと言ってみました。はい、すると、うん、ありがとうございますと言われで、私は特に、うん、あの、御前様様でババさんのラジオが面白くってと言いましたところ、うんうん、コールセンターの方が女性の方で、うん、広島出身、あら、で広島で住んでいた、うん、ということらしくって、お、御前様様の名前が出てきて親近感が湧きますと言ってくださいました。はい、ババさん、コールセンターの方にまで有名ですね、すごいですね、ババさんはっていうの。あれ、本当ですか。さすが。だから名前だけではでも反応が薄かったんですよね。そうそうそう、ああ、ありがとうございますって言われた。ごめん、たまたま出た時だけ反応良くなったってことよね。ちょっといかんな、そのコールセンター。ただ、あれだったらね、コールセンターの人って早めに電話切らなきゃいけないんだけど、本当はね。そうそうそう。世間話してちゃいけないんだよね。ああ、そっかそっか。あの、一件の電話を何分何秒で処理できたかっていうのはちゃんとデータ残されますからね。わー。コールセンターもスピード勝負なんですよ。まあ、次の人が待ってたりしますもんね。そうそうそう。確かに。だから、バカなことをうちのリスナーが聞いたりとかして、長電話だとコールセンターの人優しいけど、はい、起きれや、バカ、はい、起きれや。優しいですね、コールセンターの方。優しいですから大丈夫ですよ。はい、いやいや、でも、またね、今日も素敵なラクカルパワーブーストサイクロンということで、5万ぐらいするのが。もう半額以下みたいなイメージだったりするので、ね、ぜひぜひ皆さん検討して電話をしてみてください。はい、電話するときは何て言うんでしたっけ？ババさんのラジオ聞いたでお願いしますね。じゃあ、マストですよ。はい。今週もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢の
のジャパネット高田。御前様会議その2。今週はアルファベットあれこれでお送りしています。ラジオネーム高木さんじゃないよさんからは、はい、47年ぐらい前でまだ小学校で英語を習っていない時代のお話です。小学校5年生の時にお祭りに行き始めて、自分のお小遣いでロケットペンダントを買いました、うん、そのペンダントに書いてあったアルファベットが LOVE ラブでした、はい、家に帰って英和辞典で調べて愛という意味だと知りました、うん、私が初めて英和辞典で調べた単語は愛だったんです。そのペンダントには当時大好きだったフィンガーファイブのアキラさんの写真を入れていましたよ。何歳なの？その時。あ、小学校5年生なんで。5年生の時にラブ知らなかったのかな。なんか歌とかにありそうだけどね。ああ、まあ確かにそうですね。辞書引くこと？もう5年生だったら意外と大変だと思うのよ。確かに。まあでも。だからラブ知ってそうだけどな。ですかね。でも小学校で英語を全く習ってない。俺セックスでした。リアルにセックスを一番最初の時に、初めて中学校の時に辞書もらった時に、はい、みんなでセックスって調べでなんだこんなつまんないこと書いてるんだが、性別のこととか書いてあったりするんだよね。あ、そうです、正しいです。だからなんか行為の内容が書いてあるんだと思ってたからなんだと思ったのはすごい覚えてます。あ、そうですか。リアル、多分、広島中の男の子たちが、俺もですっていう人いっぱいいると思う。かもしれませんね。あとはですね、はい、割り箸オーケストラさんからは、はい、10年ほど前、結婚を機にパスポートを取得しました。で、夫の名字には、おがつきます。うん、おが2つでお。で、パスポートの氏名表記は、ヘボン式のローマ字で、OH。ではなく、ただの O が使われます、うんうん。私は何とも思わなかったんですが、大の巨人ファンの夫は、王貞治の背中には OH と書いてある。はい。O ではない。と言われ、非ヘボン式ローマ字氏名表記と、提進出書という書類を提出し、うん、OH に変更しました。はい。面倒だったことを思い出しました。どうなんだろうね。俺の名前もそうなのよ。横山裕二。ああ。なのよ。俺裕二なのね。はい。だから、YUUJI が正しいんだけど、本当だ。YUJI なのよ。とか、陽子さん。はい。とかは、陽子のおがないのよ。ゆこって書いてあるのよ。そうですね。でも、陽子だったりするじゃん。うん。だから、ローマ字表記がよくわかんないよね。わかんないですね、うん、私の妹が You っていう名前なんですけど、はい、それこそ妹もあの提出するときにパスポート提出するときに、はい、YUU にするか、うん、YU にするか悩んだけど、はい、まあ、結局 You だけなんで YUU にしたって言ってました。ああ、うん、You なんかさ、こっちが決められるときと向こうが勝手にそうしてるときがあるじゃん。だときの正確なのは多分俺 You 字なんだよね。ああ、でもそういうイメージ。でも俺は有事なんだよねって、ずっと思ってるよ。うん。うん。確かに。か例えば、オーセラとかも、はい。OH セラなのか、OOSERA なのか、ああ。か、もしくはオセラって書いてあるのか、はい。だから3バージョンあるはずなんだよ。そうですね。うん、まあ自分がどれが好きかで決める。いや、だから自分が決められずに、向こうが行政とかがそれを出してくるときがあるときに、うん、あ、これが正しいんだと思うのよ。だからそれをやってるのよ。ああ。そうですね。うん。そっか。そうなのよ。自分がどうじゃないのよ。はい。向こうが出してきた文章にそう書いてあるから、それが正しいんだなって思うけど、俺は、U がないじゃんって思うの。思っちゃいますよね。はい、確かに。U、はい、って読みたいですもんね。うん、横山ゆじじゃなくて、U。U なんだって。思う。だから、陽子さんとかも、例えば、うん、矢沢陽子さんとか。はい。横って書いてあるわけよ。うん。だから、多分、U子なんだけどなって。そうですね。真ん中 U がないんだけどなとは思ってるはずだよね、うん。つけたくなっちゃいますけどね。うんうん。あとはラジオネームぷくぷくママさんからも、はい、私がまだ社会人として働いてた時の話です、うん、国際電報を電話で申し込む仕事が時々舞い込んできました、はい、聞き間違いを防ぐためにアルファベットを一文字ずつ
A をアメリカとか B をボストンというふうに読み替えて伝えていました。例えば横山さんの横山という言葉を伝えるときには、うん、横浜、大阪、郡屋、大阪、横浜、アメリカ、メキシコ、アメリカと読み上げるんです。そこで横山が伝わるということなんですね、うんうんはい。なんだか暗号を使っているスパイの一員になった気持ちに一瞬だけなれました。ああ、時たま、あの、警察の24時みたいなので、はい、20:00分確保とかって言うと、ああ、なんかすげえ専門的だなと思ってするんだよ。ね、思いますね、うん。うん。確かに。でも、アナウンサーの仕事でももしかしたらなんかそういうのあるかもしれない。昔、選挙速報の表読みの時に、はい、例えば2002とかだったら、2000飛んで飛んで2とかって言ってたんだよね。へぇー。あれ言わなくなったね。ああ、今は、そうですね、うん。聞かないかもしれないですね。ああいうの聞くと、あ、選挙の読み方だとかさ、はいはい、思ってたし。ありますよね。なんかそれ、その業界でだけ通用してる言い方とか、でも俺らもわかるみたいなのがあったりすると、はい、おー。ってなります。なんかそっちの業界かっこいいですなみたいに、はい。はい。思うよね。思いますね。あとはですね、はいはい、ニャブリーさんから。うん。高校に初めて入学して初めての英語のテストで自分の名前をローマ字で書くという問題がありました。僕の友人は名前がヒロというんですが、うん、その問題に友人は HERO と書いていました。ヘロ。そうです、うん、で、まあ、英語読みだと確かにヒーロー、うん、そうだね、と読みますがローマ字ではありませんよね、うん。そこから半年くらいその子はヘロと呼ばれていました。はい、ちなみに採点は三角でした。ああ、うん、広島のことをヒーロー島って書くっていうブランドがあるよね。だから、ね、広島は HIRO だけど、うん、HERO の島でヒーローがいっぱいいる島で広島って名付けてるブランドが。はいはい、あるよね。うん、そうですね。かっこいいなと思ったりするけど、うん、分かりにくいよね。ただ俺は英語を学び出した頃に、はい、道路が英語ではロードだっていう、はい、逆だっていうのにってすごい感動したのを子供ながらに覚えてます。いろんな覚え方がありますよね、うん。ベースボールはバセバ11で覚えたり、あ、俺はバセバルって覚えてた。へー、うん、あともうバスはブスで覚えたり、はいはいはい、いろんな覚え方してました、うんうん。俺もロードと道路、はい、逆っていうのはもうおーっつってそうですね、うん、とあと一番最初調べたのはセックスでした。これだってきっといっぱいだと思うよ。うん、女の子もどうだろう、え、私はって言うかもしれないけど、あ、調べたじゃろうが一回ぐらいとかって思うよ。でしょうかね、人それぞれ。はい、またあるでしょうね。夏休みの宿題みんな。やめてください。私も調べました。夏休み入ってみんな聞いてますから、ちっちゃい子も。今週は、はい、アルファベットあれこれでお待ちしています。午前様様商品開発部。番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて、名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということで、今週皆さんに歌詞を考えていただいているのは吉幾三さんのオラ東京さ行くだですけども、銀座に何を買うかという、この部分に面白い歌詞を入れ込んでくださいということなんですけども、はい、では早速いきましょう。ラジオネーム北枕のワニ。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出だなら全力はためで。巷で噂の高級食パンとやらを買うだい。あ、これちょっと分かんない。はい、そうですね。俺、はい、東京行く時って銀座7丁目に泊まるんですよ、うん、はい、そうすると銀座でもあるけどすぐ隣が新橋っていう、うん、
サラリーマンのメッカになるので、はい、で、銀座歩いてると、普段買わないけど、柏餅を2個だけとか買ったりするよね。ですね。私学生の時に、うん、あの東京行った時に、高級ポップコーンを買うためにすっごい並んだの覚えてます。美味しかった、でも。普段買わないのに、こしあん一つと、つばを一つお願いします。はい。つって。袋どうされ、あ、お願いします。とか、つって。もう、ビジネスホテルってもうむさぼるように来る。そうそうそう。あつって。ちょっと豊かになった気がするんだよね。はい、そうですよね。うん。わかります。福山の舘ひろし。オラこんな村嫌だ。オラこんな村嫌だ。東京へ出るだ。東京へ出だなら、全力はためで。選挙のための一票を買うだい。オラこんな村嫌だ。そういうことはできない。うん、ね、この間の選挙、全然そこ争点にならなかったよね。ここ。むちゃくちゃ、ここが。ねじろなのにねって。あ、何にも話されなかったね、ここの地域の方はねって思ったよね。まあ、選挙中言えないんだけどね。うん、そう、これね、放送って難しいね。そうですよ。選挙の間に一言も触れちゃいけないんだよね。ね、そうです。言いたいこといっぱいあって。って見えないす。すっごいいっぱいことあったね、はい。記念物の鉄。オラこんな村嫌だ。オラこんな村嫌だ。東京へ出るだ。東京へ出だなら全力はためで、もう食べられないほど東京バナナを買うだい。東京バナナ大好きです。あれ美味しい。東京のお土産、はい、で東京バナナが出てきた時のショックを忘れないね。うんま、うんまと思ったよ。あ、そうなんですね、はい。でもあれって何回食べても感動があるぐらい美味しいですよね。美味しい。クリームたっぷりで美味しい。冷やしたら最高に美味しい。美味しい。うん。すごい美味しい。何回食べても美味しい。うんま。何これ、お土産の力量以上なんだけどね。うん、はい、あんな感じ。わかります。個包装されてて。すごかったよね。ね今じゃちょっと当たり前みたいになって、他のもすごい美味しいもんね。うんうん。だから、目立たなくなったけど、うまかったなぁ。ああ、そうなんだ。大助。オラこんな村嫌だ。オラこんな村嫌だ。東京へ出るだ。東京へ出だなら、全力はためで。どんな逆境にも、同日、勇敢に立ち向かうハート。買うだい。お金で買えるのかな。いや、そうなんだよね、うん。やっぱお金で買えないもの、はい、っていうのがその人の2期だったりすると思うの。はい、昨日世界陸上のさ、織、うん、田裕二、中井美穂の最後っていうのを見届けたわけよ。はい、で、織田裕二最後何言うんだろう、25年間やってさ、うん。で、もうすぐあと3年東京っていう時切られるわけじゃん。そうか。だからやりたかっただろうなと思うし、うん、その歴史があるからさ、彼には。はい。バカだけど、その。え一言多いです。今、淵上が言ったんだ。私何も言ってないですよ。バカだけど。話聞いてただけです。彼は歴史を持ってるわけじゃない。そうです、歴史が。そういったものが一番大事、熱温度っていうのが一番大事な気がすんのよ。うん。その見てくれとかどうってことよりも。はい、ただ、その織田裕二が、一番最後の言葉何なんだと思ってたら、はい。地球で生まれてよかったっていうのが、いや、これ言えないよ、この人じゃないと。うん。思った。しかも最後ちょっと切れるっていう。地球で生まれてよかった、あ、もうこれで、これで切れたんだよ。あと1秒早く言い出さなきゃと思って。そうだったのか。いやでもそうですね、織田さんじゃないと言えないんで、言えないですもんね。言えない、できないの、うん、もう最後のコメントとか何の内容もないの。いやそんなことない。がっかりっていうぐらい内容がなかったの。だけど織田裕二がさ、最初に声をかけられた瞬間みたいなのちょっと軽く一人芝居みたいにするんだよね、はい、なんか織田さんっつって、あの世界陸上もしかやらないですかって話があった。いや、そんなのないよ。俺なんかさ、野球とさ、テニスしかしたことないっつーのっていう状況の時に、つってみたいな。一人芝居始まったんだけど。自分の演技が、
すっごい似てる。なんだろう。来たーって思ったんですけど、とかつって。でも、やっぱり人類最速のとか、もう一人で喋り出して、面白い生き物だなと思いながら、見てたけど、最後なんて言うんだろう。地球で生まれて、よかったーって終わったんだよ。そっか。あの度胸。はい。あとみんながやっぱ求めてるものを、あそこで発せられるっていう、うん。はい。あれ、すごい。そうですね。確かに。それが、もし、お金で買えるんだったら買いたい。あの無神経さ。でも、こら製品が多いって俺に。あの素晴らしさですよね。お金では買えません。素晴らしいよ、うん。お金で売ってるもんなんかさ。ですもんね、結局は側だからね。はい、そうです。あと中身だからね。うん、昨日のお題は面白かったな。本当によかったな。そうか。うん、ちょっと録画で見てみよう。聞きたい。最後なんか俺泣くんじゃないかと思ったの。なんか、うん。はい。感動に持っていくんじゃないかと思ったけど、お笑いに振ってきた。いやいや、笑わせようと思ったわけでもないと思うんですけど。どうなんでしょうか。というわけで、今週は吉井久蔵さんのオラ東京祭グダをお送りしました、はい、来週も同じ吉井久蔵さんのオラ東京祭グダがテーマです、うん、締め切りは来週の番組スタートまで。皆さんからのネタお待ちしています。ではエンディングです、はい、今日は会議のテーマアルファベットあれこれで私ふちがみから問題を出しました、はい、問題が、大学生の時私はフランス語を専攻していました、うん、でアルファベットを最初学ぶんですけど、その時に私たち学生の中で流行っていたことは何でしょうか、はい、というのが問題で、正解はR の発音がフランスではエーフッフッという喉を鳴らすんですけど、うん、それをまあいろんなところでやるっていうのが流行っていたっていうのが正解です。本当ごめんなさい、みんな興味持てなくて本当にごめんなさい。申し訳ないです、ね、しかも私自身もフランス語ちょっと曖昧で申し訳ないです。ピスタチオの俺を見るべくあんた何言ってんだずっと引っ張ってきたことにあんた何言ってんだみたいな顔で今すごいええ、ちょっとびっくりした。野獣しすべしの最後の加賀武士の目みたいな死んでますよねその目って感じの生きてる人についてる眼球じゃないですよねぐらいの感じの見方をしたから本当ですか。もう恐ろしいですね本当すいませんではプレゼントの当選者発表です、はいはい、御前様様手ぬぐいをラジオネーム和吉さんにプレゼント、うん、日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りのお香ルーミークリーン&リラックスをラジオネーム浦島とったろうさんにプレゼントします。はい。それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。ラジオネーム、みっちゃんさん。うん。朝出かけて木陰を通ると、セミの鳴き声がうるさいぐらいですね。はい。学校も夏休みに入って、青空にセミの鳴き声、やっと夏らしくなりました。ただ、昼間は暑いですが、朝晩は過ごしやすく感じることもあります。はい。来週はもう8月、本格的な夏は、これからですね。いや本当だよ始まったばっかりだよねまだ続くんですか。もうさ、はい、夏バテしてたりとか、うん、気分がめいってたりするけど今やっと夏の入り口ですよって感じなんだよ実はね。そうですよね、うん、私もなんか今年2回ぐらい夏バテ経験してるんですけどちょっと2回分ぐらいの夏があるよね。そうですよね、うん、あとはへさかのプリンセスさんから、はい、先週御前様様の中で発表されましたが8月30日は5000回特番、はい、9月4日には御前様様ファンファンフェスティバルが開催されるんですよね、はいはい、特にイベントは久しぶりに生の御前様様メンバーにお会いできるので今からとっても楽しみです、はい、楽しみが増えるとこの日を目標に元気に頑張ろうと毎日暑くてもパワーが出てきます。愚か者のブルースがあるだろうかその前に。あ本当だなんだその全然眼中にありませんみたいな。いや多分それがさっきのピスタチオの目みたいな怖いね。松田優作がリップマウンクルって知ってるかって言った時ぐらいの目で俺を見たからひょうひょうとした自分もこううわ怖ーと思ったちょっとうちの実家に親父が寿司取ったっつって母親から電話かかってきてぐらい怖かったもんそうです恐ろしい目ですね。あと7月25日に生まれた女の子ですけども、はい、シモティーナだから女の子の名前ですが昨日生まれたってことなんで昨日子っていう却下却下略して呼ぶときはキニョンキニョンっていう呼んでくれたらいいです。却下夏子です、はい、ではまた明日私また頑張る。